二人きりの遊園地やろう。ズキやりますか。やりましょう。でも二人じゃできないね。一応 GM レスなんだけどさ。はい。絶対ぐだるやんね。そうね。うん。GM いるよな。絶対必要だと思うんだよね。しかも多分国宝リア盤面とかないから動画映えとか多分しないと思うんだわ。うん。そういうのもな。国宝リア盤面作ってくれて。DM してくれる人おるか。いるんですよ。ええー、ミサさん。はい。お呼びでしょうか。はい。ミサさん、二人きりの遊園地の GM をお願いできますか。はい、ぜひ私でよければ回します。神GM が来た。できすぎやろ。ということで。本日はこちらのマーダーミステリーでいいんだよね、これ一応。はい、そうです。うん、二人きりの遊園地っていうシナリオを、GM ミサさんで私とゆずきさんの二人でやっていけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではバトンタッチ。はい、では、GM のミサです。本日は黄緑遊園地にお越しいただきありがとうございます。黄緑遊園地。遊園地か。そう。はい。こちら黄緑遊園地という名前ですね。本日はお二人に、まあ事件を解決しつつ楽しんでいただけたらと思います。はい。はい。それではシナリオの方を進めていきたいと思います。まずは簡単なルール説明からしていきます。はい。会議の流れは、第一会議、13分。そして移動時間が2分あります。まあそれを4回繰り返すというような形になります。そして最終会議のみ15分間、丸々議論という形になります。はい。そして、お二人で決断をしていただき、エンディングという流れになります。で、ルールについてなんですが、シンプルです。嘘は自由についてよい。ただこれだけですね。はい。はい。あとお二人で、話し合い頑張ってくださいという感じです。そして、各会議と移動時間の間に次の話し合いの場を決定してもらいます。移動可能場所は、事前に配布した園内マップの赤字の場所です。もう一度確認します。カフェ、観覧車、メリーゴーランド、立体迷路、ティーカップの5箇所。まあ、お好きな場所に移動して、各会議するという形になります。はいはい。で、第一会議については、カフェ固定なので、まあ、カフェでお茶でもしながら話し合うというの形になるかなと思います。うんうん。はい。ルールについては以上ですが、何か聞いておきたいこととかありますか。まあ大丈夫かな。大丈夫かな。はい。また何かあったら、聞いてください。うんうん。では、まずはあらすじですね。はい。ではここから、ココホリア盤面使っていきます。はい。あ、すごい。忘れられない人がいる。忘れられない日を思い出す。二人きりで訪れた遊園地。緊張した初めてのデート。最高の一日は最悪の事件で幕を下ろす。一人の死者と大量の重傷者。空気中に蔓延した原因不明の有害物質。事件をきっかけに世界は様相を変える。日本中で外出が禁止になり、10年経ってもマスクをしなければ外に出ることができない。初恋の相手とは、事件の日以来、会えないまま。過去に戻るスイッチを手に入れたのは、そんなある日のことだった。あの日の真相を知るために、一人きりで歩き出す。行こう。10年前の黄緑遊園地。こちらがあらすじとなっております。はい。では、続いて、共通情報の説明をしていきます。
まずキャラクターの紹介です。渚美久ちゃん、ピオスさんにやっていただきます。はい。25歳の女性、社会人3年目、好きな飲み物は甘めのカフェラテ。続いて矢野ファルキくん、ゆずきさんにやっていただきます。はい。25歳の男性、社会人3年目。好きな飲み物は甘さ控えめのいちごオレです。以上の二人が物語に登場します。続いて、黄緑遊園地の説明をします。小さめの遊園地です。都市部から少し外れ、周りに建物がない自然豊かな土地に位置しています。敷地はおしゃれな背の高い木々で囲まれており、一部ではそれだけで写真スポットとして機能しているのだとか。こちらが、お二人が、共通で認識している情報です。はい。はい、こちらブースにも載っています。載っているものです。うん、うん、うん。はい。では、ここからですね、まずハンドアーツの再確認をお二人にしていただこうと思います。はい。はい。時間はどうしますか？一応ちょっと10分もらっていいですか？かしこまりました。欲しくね？大丈夫？ズッキーは。うん、大丈夫。すごいね。10分、10分で。でも。はい、では10分で行きましょう。はい、お願いします。はい。はい、ではミュートにしてください。はい。早速、ハンドアート確認の時間なんですけど、ここでハンドアート読み込みをしている過去の私の動画を挟みたいと思います。あのね、長いです。長いんです。でも、それだけ厚みのあるシナリオだなと感じたので、ぜひ、ミクちゃん視点で一緒に楽しんでいただけたらなと思います。それでは、いってらっしゃい。はい、どうも、ひなぴよです。それでは、今から、なぎさみくのハンドアウトを読んでいこうと思います。これね、だいぶ長いんですよ。なので、事前にハンドアウト読み込みしておいた方がいいですよっていうことなので、これを遊ぶ何日か前に今撮っております。ということで早速読んでいきましょう。渚美久、25歳女性、社会人3年目、好きな飲み物は甘めのカフェラテ。矢野春樹、25歳男性、社会人3年目、好きな飲み物は甘さ控えめのいちごオレ。今回ね、出てくるのはこの二人となっております。2PL のマダミスをね、やるのを初めてなので、すごいドキドキしてるんですけど。まあ、二人きりの遊園地っていうくらいですから、おそらくなんか恋人同士とか、両肩思いとか、そういう感じの話なんじゃないかと、勝手に予想しているんですけどね。黄緑遊園地。小さめの遊園地。都市部から少し外れ、周りに建物がない自然豊かな土地に位置している。敷地はおしゃれな背の高い木々で囲まれており、一部ではそれだけで写真スポットとして機能している。なるほど。遊ぶ場所っていうよりかは写真スポットみたいな感じで映えを狙っている人たちなのかね。次。まあ、これプレイの流れもね、ちゃんと読んでおきましょうか。皆さんも把握よろしくお願いします。30分間キャラクターシート読み込みがあります。そう、30分もあるんですよ。30分あるってことは相当長いことが予想されるんですよ。あのね、これ今結構スクロールできそうなやつがね、右側に出てるんですけど、なんともう一個あるんですね。PDF が2つ渡されてるんですよ。だから相当しっかり事前準備がいるっていうことでしょうね。で、16時30分からっていう、まあ時系列的にって感じかな。13分間が第一会議、2分移動時間ミュートにして BGM を流すと、うんうん、16時45分の13分間、第二会議があり、2分移動時間ミュートにして BGM を流す、17時から13分間第三会議がありまして、2分移動時間を設け、17時15分から最終会議が15分と。で、最終行動の決定をしますよっていう流れね。で、流れが少し複雑なため、ゲームの流れのテキストを見ながら一つずつ進めてくださいと。これ一応ね、GM レスの、シナリオらしいんですが、今回はミサさんが GM してくださるということで、その辺の時間管理やら、複雑なゲームの流れやら、その辺はミサさんにお任せしております。ありがとうございます。で、移動時間用の BGM がありますと。あ、これはあるんだ。用意されてんだ。なるほどね。OK。これはじゃあ、BGM も楽しみながらね、やっていけたらいいな。会議開始時、毎回簡単な情景描写が入ります。おー、なるほどね。OK、OK。読んでからスタートしてくださいね、っていうことですね。まあ、まずハンドアウトを読もうっていう話ですよ。はい。ミクちゃん下ろさないとね。
中学3年生の頃だ。黄緑遊園地デートの終盤、露店で飲み物を買った後、花火が上がった。直後に、春樹くんに告白された。ああ、花火が上がってった。花火が上がったと同時に？やだ、キュンキュンするわね。それでもお返事するとき声聞こえなくって、なんてっていうよくあるパターンになるんじゃないの？必死に、ありがとう、お願いしますと言ったつもりだったけど、嬉しさのあまり声が出なくて、なんとか首を縦に振って返事をした。ああ、声が出なかったパターンね。花火の音で聞こえなくて、私も好きみたいに叫んで周りにこう祝福されるようなパターンかと思ったわ。気づいたら、春樹くんの顔が目の前にあって、甘いカフェラテの味が口の中に広がった。キッスしてるわ。チッスしてるわ。やだ、なんて素敵なチューなのかしら。これからどんな楽しい未来が待っているのだろう。そう考える暇はほとんどなかった。突然近くにいた大人が倒れ、救急車が来る騒ぎになったのだ。え？なんか突然事件が発生してるわ。さらに最初の人が倒れてから少しすると体調が悪い人が出始めた。気づけば私も気絶していて、その後、春樹くんとは別の病院に入院した。なんで？一緒の場所に運んでよ。隣同士にしてよ。当時、ニュースは私たちがいた遊園地のことで持ちきりだった。原因不明の物質が遊園地を中心に空気中に発生したこと。最初に倒れた人の死亡。その他、多くの重症者が出ていることを伝えるものであった。はあ、最初に倒れた人が死んでしまった。なるほど。付近に住む人々は外出が禁止になり、学校への登校も禁止された。まだ携帯電話を持っていなかった私は、春樹くんとの連絡手段がなく、もどかしい日々を過ごしていた。せっかくね、付き合いたてほやほやなのにね。一ヶ月もすれば状況は収まると思っていたが、空気中の未知の物質はどんどん広がっていき、日本中で外出は禁止になった。はあ、なんか、なんだろうね。コロちゃんを想像しちゃいますね。コロちゃんよりも凄そうな感じがしますけどね、これはね。父親が経営していた渚製薬も倒産してしまい、それに伴い私が退院してすぐに引っ越しが決定。そのまま春樹くんと連絡を取れる日が来ることはなかった。ええ、なるほど。それで離れ離れ？あれから10年。10年も離れ離れ？自然消滅しちゃうやん、そんな。悲しすぎる。せっかく付き合って初中をしたというのに。初かどうかわかんないけど。あれから10年。未知の物質について何かわかったのだろうか。ニュースで聞いたことといえば、吸ってしまうとすぐに症状が出ることくらいだ。ただ、今はマスクさえしていれば外に出ることが可能になり、社会はほぼ正常に機能するところまで回復していた。まあマスクって偉大だなっていうのがわかりますよね。会社からの帰り道、ふと立ち寄った古本屋で、過去に戻る方法と書かれた本を見つけた。そんな方法あるわけないけど、10年前の遊園地を思い出して、私はその本を買った。家に帰って早速開いてみると、まだ封が切られていない付録があった。見れば、過去に戻るためのボタンと記されている。過去のあなたがいた場所に6時間だけ行くことができます。精密機器は持ち込めません。過去では、物に触れる、動かす、他人と会話するなど、すべて自然に行うことができます。過去の自分との会話、過去の人間の意識に残る行動、過去の自分がいた場所から大きく離れる、といった行動をとると、元の時間に戻れなくなってしまうため、注意してください。過去にいた間の記憶は、戻ってくる際にあやふやになってしまいます。10年前、あの遊園地で何が起きたのか調べに行けたら、もしあの原因不明の事件を止めることができたら、今の私は、春樹くんと一緒にいることができたかもしれない。行こう。10年前の8月8日、黄緑遊園地に。なるほど。10年経った今でも、ミクちゃんは春樹くんのことをずっと思い続けていたと。素敵じゃない。さあ、10年前の記憶、読んでいきましょうか。デートの1週間ほど前、中学生の私は好きな人には値段の高いプレゼントをしなくちゃと慌てていた。しかし当然お小遣いには限界があり、なんとか貯めた貯金も1万円ちょっとであった。まあ、中学生で1万円貯めるのは相当頑張ったと思うけどな、これ。そんな時、お父さんの知り合いだという亀田という男性から開発中の惚れ薬を試してくれないかと持ちかけられた。
協力してくれたら報酬として5万円を渡すと。今考えてみれば怪しすぎる。しかし中学生の私はすぐに飛びついてしまった。これを春樹くんに飲ませてから告白すれば絶対に成功する。しかも予算も十分なプレゼントも買えるし、最高。しかも予算も十分なプレゼントも買えるし最高。当時はそんなことしか考えていなかった。惚れ薬で惚れさせても虚しくなるだけじゃん。でもさ、デートの1週間ほど前っていうのはさ、もう夏祭り？なんだ？違う、遊園地か。遊園地のデートに行く1週間前にはもうあれだ、惚れ薬を飲ませる前にはもうデートが決まってたってことなのかな。1週間前にはどうなんだろう。夕方、春樹くんの飲み物に赤の錠剤を溶かした。その後、花火が打ち上がり告白された。私の作戦は全て大成功だ。そう思っていた。私が錠剤を溶かしたあたりで、亀田が猫柄シャツの女性の飲み物にポケットから取り出した錠剤を溶かしているところを目撃している。一人目に倒れ、救急車で運ばれたのは、その猫柄シャツの女性だ。ほう。何か錠剤を溶かしてる。この錠剤の色は分かんないんだ。春樹くんに飲ませた錠剤は赤ね。オッケーオッケー。これはちょっとメモしておきましょうか。大事大事、これ。ん？あ、分かった分かった。あれか。デートの1週間前に亀田から惚れ薬をもらって、それ協力するよって言って、これ夕方ってなってるけど、多分その1週間後の遊園地デートの夕方に、春樹くんの飲み物に赤の錠剤溶かしてんだ。なるほどね。オッケーオッケー。で、花火が打ち上がって告白されている。で、そこで、錠剤を溶かしたあたりで、ぶっ倒れてっていう事件に発展してるから、これは遊園地の出来事だね。オッケーオッケー。で、タイムテーブル。表記時間内に起きた出来事が順番に記載されています。はい。時間をセットし、ボタンを押す。強い光に視界を奪われ、思わず目を閉じた。12時から12時30分。私は遊園地にいた。園内マップの書かれたパンフレットを見つけ、手に取る。画像ファイルマップだって。画像ファイルマップ。これは、まあ、編集で載せておきましょうね。シンガーソングライター、千早拓&黄緑遊園地のコラボ、専用ソングリリース、千早拓っていいのかな？千早かな？千早でいいのかな？千早拓が実際に黄緑遊園地で遊んだ後に作った曲、周遊は、園内で放送中。懐かしいな。歌詞が良かった記憶がある。本当に戻ってきたんだ。これ大事だったりするかな？それとも全く違う別の作品に関係することですとかだったりするのかな？どうなんだろうこれ。誰もマスクをつけていない光景は久しぶりだった。現在地はメリーゴーランド。入場門の方へ目を向けると彼が目に入った。記憶の中だけの存在だった10年前の春樹くんだ。横には楽しそうな顔をした10年前の私。12時30分から13時、10年前の私たちに気づかれないようにしながら、ゆっくりと後をつけた。お客さんもある程度いるため、気づかれる心配はなさそうだ。着いた場所は立体迷路だった。宇宙を探検する設定で作られたそれは、黒を基調に星や地球が装飾されていた。過去の私たちが入場したことを見届けて、私は出口に向かった。出口付近で10年前の記憶にある猫柄シャツの女性が電話をしていた。はい、野原製薬開発部の猫崎です。ええ、子供で臨床実験するのは心が少し痛みますけどね。ちょうどいい実験対象は限られてますから。はい、結果が分かり次第連絡します。持ってきてるのは A1 錠と B2 錠だけですね。製薬会社、実験、何か事件に関連がありそうだが。そうだね、あれだよね、渚製薬会社は倒産したっていう話だったよな。お父さんの会社が倒産したのは、そうだ、渚製薬も倒産したって言ってるから、これはライバルグループかなんかなのかな、野原製薬開発部は。なるほどね。13時から13時30分。過去の私たちが迷路から出てきた。中学生の私は妙にドヤ顔で現れた。春樹くんが方向音痴で、私がぐいぐい引っ張ってゴールしたんだっけ。かわいい、方向音痴なんだ。私これできないですね。私が方向音痴なんでね。亀田が迷路から出てきた。過去の私たちを見つけるとそっちへ向かっていった。どうやら彼は私たちを監視しているようだ。
13時30分から14時、フードコートに着いた。何も買わずに席に座った。私の場所から猫崎のことが見えた。チラチラと過去の私たちを見ている。猫崎も亀田も二人とも私たちのことを監視していると。なるほど。亀田はどっち側なんだろうね。野原製薬会社なのか、それとも渚製薬なのか。なんかお父さんの会社の職員っていう話だったけど、それ嘘かもしれないからね。14時から14時30分。過去の私たちがフードコートを出ると、亀田と猫崎も動き出した。私も外に出る。春樹くんが前から来た男児とぶつかってしまった。話に夢中になっちゃったんだっけ。男児が手に持っていた珍しい植物図鑑の破れたページが落ちている。何かに使える気がしてポケットにしまった。珍しい植物図鑑。テレソウ。テレグサ違うか。テレソウだよな、多分。テレソウ。金色の花が8月に咲く。ホレソウ。銀色の花が8月に咲く。元気でそう。赤金色の花が8月に咲く。いい名前だね、これ。照れそう、惚れそう、元気でそう。いいなぁ。私もその草欲しい。なんか元気でそうじゃない ?14 時30分から15時。いろいろな世界を旅することができるメリーゴーランドに着いた。春樹くんが得意げに国旗の名前を当てていたのを思い出した。ああ、なるほど。地理得意だったりするのかな。過去の私たちの後ろに少し、過去の私たちの少し後ろに並んだ亀田のところに猫崎が声をかけた。二人は学生時代まで付き合っていた元恋人のようだ。おー、へー、関係値がありましたか。猫崎がしつこく亀田を夕飯に誘っていたが、亀田は鬱陶しがっていた。おー、なるほど。猫崎ちゃんが、まだ亀田くんのことが好きってことなのかな。猫崎が、亀田くん、もしかして疲れてない?最近発売されたエナジー錠剤あげるよ、と言って、黒い錠剤を一つ渡した。その後、私も飲もう、と黒い錠剤を自分の飲み物に混ぜて猫崎は飲んだ。うぅ、体に染みるわね。なるほど。これ、私も飲もうって言って飲んでるから、2個あったやつだから、B、ベータ2錠。これ、アルファ1錠とベータ2錠か。私、A1 錠、B2 錠とか言ってたな。アルファ1錠、B、ベータ2錠だったら、多分、同じもの飲ませるつもりなんだったら、ベータ2錠だから、多分、今、猫崎が飲んだのはベータでしょうっていう予想ね。猫崎がパッケージをゴミ箱に捨てていた。彼女が離れてからそれを拾った。黒の錠剤が1錠残っていた。あ?あれ、1錠残っていた?であれば、アルファ1錠を亀田くんに渡している可能性が出てきたな。そうだな、多分。一応、新成分すぐ元気配合、真っ黒のエナジー錠剤3錠入りって書いてあるけど、3錠本当はあるんだろうけど、持ってきてるのがアルファ1錠とベータ2錠だけなんだから、多分、猫崎自身が飲んだのはベータの方。で、亀田くんに渡したやつは、アルファの方。ってこと、かな。どっちも黒なのか、これ。厄介。厄介だな。それとも本当に3錠あったのか。でも電話の内容、嘘ついてるとも思えないしな。15時から15時30分、カラフルで可愛いティーカップに到着した。途中、紙切れを拾う。嫌悪薬?渚製薬の新薬プロジェクトにて、服用後に見た対象に嫌悪感を覚える薬として製作。錠剤は完成しているが試験段階であり、まだ人間に効果が出るかは不明である。主成分はカリン島から抽出されたイヤガリン。水に溶かして使用する。ほう、嫌悪薬があると。嫌悪薬ね。カリン島からイヤガリンっていう成分が出るんだ。それ、カリン島好きな人の目の前で食べたら、その好きな人のこと嫌いになる可能性があるのかな、これ。面白いな。渚製薬、すごいの開発してるな。惚れ薬と逆のものも作れるよっていう話かな。過去の二人はベンチの前にいた。春樹くんが自販機で紙コップのジュースを二人分買ってきてくれている。しかし、春樹くんは私に渡す前に何かの錠剤を混ぜた。春樹くん?は?なんか混ぜてる!春樹くんが混ぜてるね。
え、はるきくんも、私に惚れ薬を混ぜたのか、それとも、私に嫌われたくて、その、嫌悪薬を混ぜてるのか、それとも、いや、元気出してほしいなって思って、私にあの、エナジー錠剤を混ぜてくれてるのか、え、お互いがお互いこれあの薬の影響で好きになり合ってるっていうことなのか、それとも薬がなくても二人とも両肩思いだったのか、どうなんだろうこれ。なにこれ、はるきくん？で、亀田が黒色の錠剤を自分の水に混ぜ飲んでいた。うおー、効くなーこれー。あー、なるほど。亀田も飲んでるな。亀田も黒の錠剤を15時から15時30分に飲んでる。これ、エナジー、あれ？ベータ、アルファ何が違うんだろう思ってたやつ。で、15時30分から16時。ティーカップで良い気持ち悪そうな顔をした私がベンチに座っていた。過去の私がトイレに行った。そのタイミングで、ハルキくんのそばに猫崎が現れた。錠剤を1錠、ハルキくんは受け取っていた。あー、なるほど。なるほど。カメダはこっち側ね。で、猫崎はあっち側ね。はい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 。はるきくんに協力してって頼んでるのが猫崎で、私に協力してって頼んでるのが亀だ。で、これ多分、ここの二人のタイミングが合わず、この飲み合わせが悪くて、なんか病気が蔓延しちゃったとかそういうことなんじゃないのか？で、ティーカップのそばを離れる際、青の錠剤と黄色の錠剤が一錠ずつ入ったピルケースを拾った。ケースには野原製薬と書かれている。ふん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 。なるほど。あ、じゃあ三錠入りの黒の錠剤は多分あんまりあれか、本当に ただのエナジー錠剤かな。で、アルファ1錠とベータ2錠っていうのはこの青と黄色の話かな。ハルキくんに一条、そのベータを渡しているから、アルファ、ベータが一条ずつになってる。でもどっちがどっちかわかんないね、これね。16時から16時15分、カフェに入った。猫崎と亀田が入り口付近で小声で話していた。やたら合うな。別に亀田くんのことをつけてるわけじゃないよ。亀田くんこそ私のことを追ってるんじゃないの？そんなわけあるかよ。過去の私は、春樹くんにプレゼントを渡していた。5万円の雲のネックレス。いやー、若さゆえの過ちって感じよね。あー、雲のネックレスいいじゃん、でも別に。ね、素敵やん。それをね、つけてくれるかどうかはわかんないけど、大切にしまってくれるんじゃない？春樹くんが本当に私のこと好きだったらね。薬の影響とかじゃなく好きだったらね。ね。え、でも薬の影響とか関係なく好きだから、まだ飲んでない今の春樹くんも一緒にデートに来てくれてるってことだよな。じゃあ飲ませる必要なんてないやん。何してんの？16時15分から16時30分。会議前シーン参照。なるほど。カフェで25歳の春樹くんと出会った。あ、春樹くんもじゃあ、10年前のあの日に戻りてえって言って帰ってきてくれたってこと？事件について追っていたことを共有する。二人で手書きの文章が書かれたメモを拾った。16時30分、会議開始時刻。残された時間はあと60分。私たちは今日見たことを共有し、行動を決める会議を始めた。今後の10年前の印象的な記憶。うん。17時30分頃、カフェの露店で甘さ控えめのイチゴオレを買った。春樹くんは自分の飲み物を買うときに所持金がギリギリだった。ほう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 。隙を狙って春樹くんの飲み物に持っていた薬の錠剤を混ぜた。蓋がないコップのため、彼がよそ見した瞬間に容易にできた。亀田がポケットから薬を取り出し、猫崎の飲み物に錠剤を混ぜていた。これ嫌がりに飲ませてるんちゃうの？亀田くん。ねえ、猫崎は多分亀田のことめちゃめちゃ好きだから、その未練を断ち切ってほしくて、嫌がりに飲ませてるんちゃう。嫌がりんじゃないか、嫌悪薬か。17時34分。え？花火は本当に綺麗だった。もはや男らしさすら感じた。一週間ほど花火で頭がいっぱいだった。これどういうことよ。一週間ほど花火が頭でいっぱいだったって、これ未来に戻った後も花火で頭がいっぱいってことかな。目標、
春樹くんと過ごせるようになる方法を探す。2、事件の概要を探る。誰が何色の薬を飲んだか、どの薬が何の成分入りか。なるほど。はいはいはい。回答用紙があるね。で、赤、青、黄色、緑、黒があるね。で、薬を飲ませる。契約をしていたことを隠す。薬を持った事実は素直に話そう。持った理由の嘘を考えておこう。なるほど。はい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 。薬を持ったことは認めないと確かに話が進まないから、お互いがごめん薬持ったんだよねっていうことを話さないといけないわけだ。でも持った理由については話しちゃいけないのかな、それとも話したくないのかな。やっぱ自分のエゴで人の心を操ろうとした罪悪感みたいなのがあるから話したくないのかもしれないね。であればその理由考えなきゃいけないね。で、ゲーム上のルール。会議は15分区切りで好きな場所で行うことができます。第一会議はカフェで固定ですが、第二会議からはマップ上の赤文字で書かれた場所へ移動してから会議を行うことができます。会議が終了するまでに次の会議をどこで行うか決めてください。2分間の移動時間の後、次の会議が始まります。会議が始まる際には第何会議用のフォルダの中から会議場所として選んだファイルの文章を読んでからスタートしてください。ファイルは第1回会議のカフェからありますと。2分間の移動時間には BGM をかけてください。ちょうど2分になるようになってます。ヒント、会議前の描写の中で追加情報はほぼ手に入りません。そして行く明確な理由が思いつくまでは焦らずに決めてください。なるほど。会議が終了するまでに次の会議をどこで行うか決めてください。だからその15分っていうか13分、その13分間の話し合いの中で次の会議どこでやろうかっていうのも話さなきゃいけないわけだ。これはでもある意味25歳の2人の最後のデートになるかもしれないからね。お互いがお互いのことをまあぼんやりした記憶でしか思い出せなくなってしまう可能性もあるし、この病気がなかったら最終的にどうなるかって、この蔓延するような病気がなかったとして、それ薬を飲ませることを阻止したとしてだよ。そうなったらまあもしかしたら告白が成功しないかもしれないし、そうなってしまったらね、本当に会うのは最後になってしまうかもしれないから、そういう意味でデートもちゃんと楽しみなよってことだよねこれ。なんか切なくなってきたんですけどで、ここまでなんですけど、これね、もう一個あるんですよ、PDF が。少々お待ちください。はい、もう一枚です。会議前シーン。16時15分から16時30分。ふと、カフェにある時計に目を送ると、遊園地に来てから4時間15分が経過していた。もうここにいられる時間は少なくなってきている。まだ革新的なことは分かっていないのに。残った時間は、ただ10年前のあなたを見つめていようか。記憶はなくなってしまうけれど、その時全身が震え上がった。見間違えるはずがなかった。座っていた対角線上の席、そこに座っていたのは大人になったあなただった。春樹が立ち上がりミクの前まで行き震えた声を出した。ミクちゃんだよね。うん、春樹くん。席につき二人は状況を確認し合った。二人は別々の古本屋で見つけた本を使い、同じ日からここにやってきていた。この日あった出来事を知るため、可能なら止めることはできないかと、そう思い遊園地で情報を探し回った。しかし、結局どうしたらいいかわからず諦め始めていた。その時、足元に紙切れが落ちていることに二人は気づく。紙はくしゃくしゃで、手書きのメモのようだった。ミクは、お父さんの字に似てる、とつぶやいた。この情報があれば、もしかしたら望んだ未来を描けるかもしれない。二人で共有した、この後の10年前の記憶。観覧車が17時15分までメンテナンスで停止していて、当時乗り損ねた。17時30分、カフェの露店で二人は飲み物を買う。観覧車向きに並べられたベンチに座る。周りの人もカフェの飲み物を片手に休んでいた。17時34分、背後で花火が上がった。全員が裏で上がった花火を見るために振り返っていた。17時35分、告白。その後、二人とも緊張で乾いた喉を、それぞれ飲み物で潤した。花火を見ながら、みんなが飲み物を楽しんでいる。猫崎が倒れた。っていう流れね。
はいはいはい。新成分の危険な組み合わせ。これだ。薬品を持ち込んでいる人たちを今日は何度も見たんだ。私も見たよ。つまり危険な組み合わせを摂取してしまった人を見つけて対策成分を与えることができれば。でもいつその成分を飲ませることができる。僕らにはそんなタイミング、いや、17時34分、ここならできる。そっか、みんなが花火で後ろを向いた瞬間なら気づかれないように飲み物の中に薬を入れることができる。時間的に私が一人に1錠、春樹くんが他のもう一人に1錠が限界ね。そうだね。これであの日事件が起こらないようにできれば最高のデートになって、10年後も一緒にいられるよね。追加目標、最終行動を決定する。さあメモを読んでいきましょう。私が開発した機械により、テレソーから抽出できるほうれん草じゃないわこれ即ホレヤンや、ホレソーから抽出できるホレボーレといった5種類の新成分を扱った薬品開発が盛んに行われている。ふんふん。しかし新成分の中には混ざると危険なものもある。やっぱりね、飲み合わせが悪かったんだな、きっと。社員たちに何度も説明したが、現場を離れた私の話に耳を貸す者はいなかった。せめて誰かがこの紙を見て危機感を持ってくれたら。全てのパターンで体内に成分が残っている状態であれば、2つの成分を時間差で摂取しても反応は起こる。またそれらの反応を打ち消すことができる対策成分は、反応が生じる前後少しの間隔がある場合にも効果が見られた。はん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 。反応を打ち消す対策成分、反応が生じる前後。なるほど。であればもうすでに飲んじゃっててもギリギリもう一回飲めって飲ませればワンチャン効果があるって話ね。摂取する量に関係はなく、少量でも多量でも同様の効果が見られた。あ、これさ、あれじゃない？少量でもって言ってるからさ、このチュッてした時にカフェラテ、甘いカフェラテの味が口の中に広がったみたいな描写があったと思うんだけど、確か。ほら、甘いカフェラテの味が口の中に広がった。え？あれ？でもさ、春樹くんが飲んでるのって控えめ、甘さ控えめのイチゴオレなんじゃないの？春樹くん口の中に甘いカフェラテ入れてた？のかな？え？で、それをね、経口摂取したことで病原菌ばらまいちまった説ある？もしかして。え、でもな、猫崎が最初に倒れてるんだもんな。どうなんだ。イアガリンプラスすぐ元気は、筋肉に強く作用し、心臓に強い負担がかかる反応を起こす。摂取後すぐに死に至る可能性あり。対策成分即ホレヤン。なるほど。ノーピカリンプラスイアガリン、すぐに急激な腹痛を引き起こす。死の危険性あり。対策成分即ホレヤン。即ホレヤンすごいな。速報レアンがめちゃめちゃ優秀だっていうことがわかる。ノーピカリンプラスすぐ元気が、2から3時間後に何かしらの反応が起こることまでしかわかっていない。反応後、新しい物質の発生が予想されるが、その物質が液のあるものか害のあるものかは現在不明。対策成分ホレボーレ。なるほど。新しい物質の発生、2、3時間後に何かしらの反応が起こる。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なるほど。で、ホレボーレプラス即ホレヤンが最も恐れている反応。3分後、強烈な毒ガスを多量に発生するようになる。ガスを発生させている本人は毒に苦しむことはなく無症状である。対策成分、イアガリン。うわ。え？これさぁ、例えば、例えばだよ。ミクちゃんが、ホレボーレを、ハルキくんに飲ませていたとしましょう。で、ハルキくんが、私の飲み物に、即ホレヤンを混ぜていたとしましょう。チュッてしたら、私たち二人が、毒ガス発生させてたんじゃないってなっちゃうんだけど。
これ私たちのせいで、私たち二人のせいで、この謎の毒ガスが発生し、今マスクしないと生活できないような事態に陥ったのでは？でもそしたらなんで、ミクちゃんと、ハルキくんが気絶したのかわかんないけど。なるほどね。はいはいはい。これとっても重要だね。そうだよね。告白その後二人とも緊張で乾いた喉をそれぞれの飲み物で潤した、言ってるもの。これだって、チュってして、お互いがもう、ねえ、飲んだであろう惚れ薬を飲んでる。二種類飲んでることになる。3分後に毒ガスが蔓延。猫崎は、私たちの毒ガスと関係ないんじゃないかな。この嫌がりんすぐ元気じゃない？多分。これ亀田が、猫崎に嫌がりん、その嫌われるような、その、なんだっけ、嫌悪薬だっけを飲ませて、で、すぐ元気っていうのが、黒い錠剤、エナジー錠剤の話だったんじゃない？だから、毒ガスを発生させないようにするには、多分、うわ、やだ！お互いの飲み物に、はるきくんとみくちゃんの飲み物に嫌がりんを入れて、お互いが嫌いになるのが対策なんじゃない？って思うけど、それは嫌だから、そのノーピカリンとすぐ元気。これ、この物質にワンチャンかけるしかないんじゃない？これを誰かに、その毒ガスを無効化させる物質が発生するかもしれないじゃん。ねえ。これ、惚れぼれ、あれ？でも惚れぼれ対策成分だから、これ飲ませちゃダメか。つまり、猫崎が亀田に渡したすぐ元気と、ノーピカリンは、なんだ。亀田が何回薬飲んでんだ、これ。嫌悪薬。はるきくんが自分の飲み物を買うときに所持金がギリギリだったら何が関係してるんだろう。私のために何か買ってたのかな。このノーピカリンとすぐ元気の何かしらの反応発生を知る必要があるね。これがもし対策になるんだったら、だってできれば嫌いになりたくないじゃん、お互い。お互い、もともと両思いだったのに、お互いに飲ませてさ、さらに好きになってる状態なのか、それとも薬が効いてない状態なのか分かんないけど、ただ、毒ガスだけを発生させてしまったってことでしょ？これは、イヤガリンを飲ませるしかないのかな。イヤガリン飲んだら嫌いになっちゃうのかな。それぐらいの気持ちなのかな、二人って。分かんないけど。で、このノーピカリンプラスイヤガリンは、誰かいるのかな？その死の危険性ありって言ってるけど。多分こっちだと思うんだよね。このイヤガリンプラスすぐ元気の方で猫崎が倒れてると思うんだよね。ふんふんふん。なるほど。で、一応マップも見ておきましょう。マップね。見るよ。もともとカフェで最初会うんだよね。カフェで出会いました。で、周りどこ見て回るっていうので、観覧車最後に見たいけど、で観覧車は、あれだよね。何時からか止まってるんだったね、確か。17時15分までメンテナンスで停止していって、当時乗り損ねた。だから、そうか、メンテナンスで停止してるのか。じゃあ乗れないのか。乗りたいんですけど、最終的に観覧車乗りたいですよね。でも、時間配分的には時間的にはタイムテーブル、どれだ17時15分からの15分が最終会議。なるほど。じゃあ、ここは最後、観覧車でしょうよ。そりゃ最後観覧車でしょうよっていうところで、カフェで会議。これ多分何回会議あるんだっけ ?4 回会議あるのか。じゃあ1回目がカフェ、
2回目がティーカップ、3回目メリーゴーランド、4回目観覧車とかがいいのかな。立体迷路で会議は難しいんじゃないかって思うんだけど。どうなんだろう。立体迷路もね、迷路で迷いながら喋るのは全然いいけどさ。でもティーカップでぐるぐる目回しながら話すのもちょっと意味わかんないけどね。メリーゴーランドと観覧車は絶対行きたいな。デートっぽいじゃん。ね、また国旗について教えてよ。10年経った今でもさ。っていうところで、こういう感じのハンドアウトになっております。結構やっぱ長かったでしょう。これは激アツロールプレイしながらエモエンディングを迎えられたらいいなと思っておりますので、なるべくね、春樹くんにその隠したいことは隠して、話したいことは話してっていう感じで一応スタンスでいこうと思うけど、まあ、もし隠せないなと思ったら目標とか関係なく、もう好きに発言しようかなと思います。それでは、春樹くんへの片思いなのか両思いなのかわからないけれども、楽しく青春できたらいいなと思います。はい、それでは今回二人きりの遊園地、渚美久役をやらせていただきます。ひなぴよと申します。よろしくお願いします。美久ちゃんなんですけどね、ここだけ見たらすごい、なんだろう、ただただ綺麗な BGM と綺麗なこの観覧車と綺麗な思い出が詰まった場所で再会みたいな感じに思うかもしれませんが、ハンドアウト読み込みのね、動画もここで挟むと思うんですけど、ちょっといろいろ、いろいろね、やらかしておりますよ。惚れ薬もらって金もらってそれを好きなやつに飲ませるとか。ね、良くないよ。ダメだよ。そんな、正々堂々とね、ちゃんと好きになってもらって、両思いが絶対幸せだよ。虚しい気持ちになるだけだからね。ということで、まあ、ハンドアウト読み込みは先にしているので、まとめていこうと思います。まずね、12時から12時半に遊園地に着いて、まあ、二人が入場門にいると。で、12時半から1時に、立体迷路に行くのかな。で、そこで、出口付近で、猫崎と、遭遇というか、まあ、電話してるのを見かけると。で、野原製薬開発部、おそらくライバル会社であろうところにいる猫崎が、子供で臨床実験するのは心が少し痛むけれども、っていうのと、そういう会話をしておりまして、で、アルファ1錠とベータ2錠を持ってきてる、っていう話をしていました。で、これは多分、春樹くん側なんですよ。春樹くん側が、ミクちゃんのことを惚れさせるために、多分、猫崎と契約を交わしてるんじゃないかっていう予想ですね。まあ、本当はか、どうかわかんないけどね。で、13時から13時半が、立体迷路から出てきて、そこから、亀田が迷路から出てくるんですね。で、これはこっち側ですよ。で、こっちは、こっちで、春樹くんと、ミクちゃんのことを、監視していると。で、13時半から14時、フードコートについて見てたら、猫崎もなんか私たちのことをチラチラ見ていることに気づきますと。で、14時から14時30分。で、過去の私たちがフードコートを出たら、亀田と猫崎も動き出して、まあ、監視してることがわかるよねっていう話だね。で、春樹くんがここで前から来た男の子とぶつかって、その、男の子が持ってた珍しい植物図鑑がちょっと破れちゃったみたいで、それが落ちてたんですね。で、何かに使えるんじゃないかっていうことでポケットにしまっています。テレソウ、金色の花が8月に咲く。ホレソウ、銀色の花が8月に咲く。元気でそう、赤金色の花が8月に咲くっていうことですね。これなんだろうね、花火とかと関係してんのかなとかって勝手に思ってたけど、そういうわけじゃないかもしれない。どうなんだろう。14時30分から15時。で、メリーゴーランド。で、ここで春樹くんが得意系と。かわいいね。で、過去の私たちの少し後ろに並んでる亀田のところに猫崎が声をかけてて、そこの二人が元恋人同士だっていうことがわかります。で、猫崎がしつこく亀田を夕飯に誘ってて、亀田は鬱陶しそうにしているから、まあ、未だに猫崎は亀田のことが好きなのかなっていう感じだよね。
で、猫崎が、疲れてんじゃないって言って、エナジー錠剤あげるって言って、黒い錠剤を亀田に一個渡してて、で、自分も飲みますよって言って、黒い錠剤を自分の飲み物に混ぜて飲んでますと。で、パッケージゴミ箱に捨ててたよって。で、それを見たら一錠残ってたよっていうことですね。新成分すぐ元気配合真っ黒のエナジー錠剤3錠入りっていうので、で、ここで錠剤が一つ残っていたことから、アルファ1錠、ベータ2錠は、この黒いエナジー錠剤とは関係ないことがわかるよな、きっと。で、15時から15時30分。で、ティーカップに到着している。途中で紙切れを拾いました。剣王薬。これ、なぎさ製薬。まあ、うちのなぎさみくちゃんのお父さんの会社ですね。の新薬プロジェクトにて、服用後に見た対象に嫌悪感を覚える薬として製作していると。で、錠剤は完成してるんだけど、試験段階だから、まだ人間に効果出るかわかんねえよ、っていうので。で、主成分が、カリン島から抽出されたイヤガリンというものです。水に溶かして使用しますよっていう話ですね。で、過去の二人はベンチの前にいて、春樹くんが自販機で紙コップのジュースを二人分買ってきてくれている。しかし、春樹くんは私に渡す前に何かの錠剤を混ぜた。春樹くん?っていうことで、春樹くんも、ここで、その猫崎と契約をしているんじゃないか。その、実験に参加してるんじゃないか、説が出てきますと。で、亀田がここで黒色の錠剤を自分の水に混ぜて飲んでて、うお、効くなーって言ってます。から、まあ、エナジードリンクっていうか、エナジー錠剤をもらったんでしょうっていうことは、ここでわかるかなと思います。これがね、正しい情報だったらいいんだけどね。で、15時半から16時。で、ティーカップで酔ってしまったミクちゃんがベンチに座ってた時に、トイレに行って、で、そのタイミングで、春樹くんのところに猫崎が現れて、ね、錠剤を1錠春樹くん受け取ってますよと。で、ティーカップのそばを離れるときに青の錠剤と黄色の錠剤が1錠ずつ入ったピルケースを拾った。ケースには野原製薬と書かれているってことなので、これがアルファ1錠ベータ2錠の、やつなのかなと。どっちがどっちかわかんないけどね、青と黄色。これはちょっと覚えておきたいところですよね。で、16時から16時15分カフェに入って猫崎と亀田が入り口で小声で話してる。で、まあまあまあ。そこで、みくちゃんは春樹くんにプレゼントを渡してますと。5万円の蜘蛛のネックレスをね。で、16時15分から16時30分。これはカフェで、25歳の春樹くんとなんと出会いますと。で、事件について追っていたことを共有しました。で、二人で手書きの文章が書かれたメモを拾いましたと。で、これは多分、お父さんのメモかな?これ載せておきますね。で、残された時間はあと60分。私たちは今日見たことを共有し、行動を決める会議を始めるっていうのが16時30分ですね。で、17時半頃に、カフェの露店で甘さ控えめのイチゴオレを買った。春樹くんは自分の飲み物を買うときに所持金がギリギリだった。で、隙を狙って春樹くんの飲み物に持っていた薬の錠剤を混ぜました。汚いコップのため、彼がよそ見した瞬間に容易にできましたと。で、これが17時半頃の話ですよ。いいですね。で、亀田がポケットから薬を取り出して猫崎の飲み物に錠剤を混ぜてたのもこの頃ですと。で、17時34分に花火は本当に綺麗だった。もはや男らしさすら感じた。一週間ほど花火で頭がいっぱいだった。と、で、まあ目標が春樹くんと過ごせるようになる方法を探すこと、事件の概要を探ること、まあ誰が何色の薬を飲んだのか、どの薬が何の成分が入っているのかっていうことを知ること。で、薬を飲ませる契約をしていたことを隠すこと。これは、薬を持った事実は素直に話さないと多分話が進まないので、まあ言わなきゃいけないんだけど、その持った理由の嘘を考えておこうって、あ、考えるの忘れた!どうしよう!まあ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 。で、ですね。これに、まあ、続きがありまして、この時間ないぞ。簡単にまとめてるつもりなんだけどな。で、大人になった春樹くんと出会った時に、まあ、お父さんの字に似てるメモを拾っていましたっていうので、二人で共有したこの後の10年前の記憶についてが、観覧車が17時15分までメンテナンスで停止していって、当時乗り損ねたから、まあ、今日の乗れたらいいよねっていう話かな。勝手に思ってるだけだけど。17時30分にカフェの露店で二人は飲み物を買って、観覧車向きに並べられたベンチに座る。
で、周りの人もカフェの飲み物を片手に休んでました。17時34分に背後で花火が上がり、全員が裏で上がった花火を見るために振り返ってました。で、35分に告白され、その後2人とも緊張で乾いた喉をそれぞれの飲み物で潤しました。花火を見ながらみんなが飲み物を楽しんでいる時に猫崎が倒れましたっていう流れですね。ふんふんふん。で、追加目標についてその最終行動を決定するっていうものがありますと。で、これがお父さんの字らしいんですけど、かわいいね、お父さんね。これが大事よ。これが大事。ね。イアガリンとスグ元気を飲むと、まあ、死に至る可能性がある、なんか、心臓に強い負担が出る反応を起こしてしまうよとか、ノーピカリンとイアガリンも死の危険性があるよというのと、ノーピカリンとスグ元気は、何かしらの反応が起こることしか分かってなくて、新しい物質の発生が予想されているが、その物質が液のあるものなのか害のあるものなのかは現在不明。これがホレボーレっていうやつが対策成分とかね。で、ホレボーレと即ホレヤンっていうのが最も恐れてる反応で、その3分後に強烈な毒ガスを大量に発生するようになると。で、ガスを発生させている本人は毒に苦しむことはなく無症状だよと。で、これが嫌がりが対策成分らしいんですよね。いや、これさ、ね、言ってるけど、ミクちゃんと、ハルキくん、多分、それぞれが、その、ホレボーレ、即ホレヤン、どっちかを飲んでると思うんだよね。で、それで、キスをしてしまった時に、ね、そうなっちゃったんじゃないかっていう、毒ガス発生しちゃったんじゃないかっていう予想なんですよ。以上です。時間ギリギリ、はい。お時間となりましたが、大丈夫そうですか？はい。大丈夫です。大丈夫です。はい。それでは、進めていこうかなと思います。はい。まずは導入からですね。一番目にも出すんですが、お二人に配った会議前シーンに、載っているものと同じです。では、こちらですね。お二人の会話から、物語スタートしていきたいと思います。はい。では、読み上げてください。新成分の危険な組み合わせ、これら薬品を持ち込んでいる人たちを今日は何度も見たんだ。私も見たよ。つまり危険な組み合わせを摂取してしまった人を見つけて対策成分を与えることができれば。でもいつその成分を飲ませることができる？僕らにはそんなタイミング、いや5時34分ここならできる。そっか、みんなが花火で後ろを向いた瞬間なら気づかれないように飲み物の中に薬を入れることができる。時間的に私が一人に一錠、春樹くんがもう一人の人に一錠が限界ね。そうだね。これであの日事件が起こらないようにできれば最高のデートになって、10年後も一緒にいられるよね。ここから、会議がスタートしていきます。では、現在は16時30分です。お二人は、カフェで会議をすることにしました。会議前に、お二人が今日遊園地で拾ったもの、見つけた情報などを、共有することにしました。今、救助部のチャンネルに PDF を貼りました。はい。こちらを開いてください。はい。こちらも、参考にしながら、会議を進めてください。それではスタートしてしまって大丈夫ですか？はい。開けました。開けました。はい。では、カフェでの第一会議13分間です。どうぞ。これ、いろんな薬が出てくるみたいだね。そうだな。一応赤の錠剤、青の錠剤、黒の錠剤、緑の錠剤、黄色の錠剤が一個ずつあるけど、どれが何かとかっていうのを考えていかないといけないよね。そうだな。多分
っていうか、エナジー錠剤は黒って分かってるよね。真っ黒錠剤のエナジー錠剤って。そうだな。うん、書いてあるから。で、緑の錠剤、あ、頭痛薬も緑の錠剤なんだ。これは、春樹くんが拾ったのかな？そうだね。本当に春樹くんが目の前にいるんだな。懐かしいね。うん。これ。その中で分かってないのが、うん。赤、青、黄色か。うん。はるきくん、私に何か錠剤混ぜて渡した？うん、どうして？いや、10年前に戻って二人のことをこう、見てたんだけど、その時に、はるきくんが、私の飲み物に、何か錠剤混ぜてるの、見ちゃって。まあ、そうだね。入れはしたね。それって何色の錠剤だったの？黄色。黄色？黄色を入れた。黄色が、黄色はどれ？どれかはわかんない。そっか。でも残ってるのって嫌悪薬か、惚れ薬アルファか、惚れ薬ベータ。惚れ薬ベータの3種類。うん。っていうか、まあ、ここの情報に関しては一旦置いてて、うん、他にこう春樹くんがこっちに戻ってきて見てて気になったこととかなかった？気になったこと。うん。ああ、そういえば、うん、この惚れ薬アルファベータは、うん、野原製薬で行われた新薬プロジェクト。そうだね。けど。渚製薬もあるよな。うん。剣王薬野原製薬と渚製薬の関わりってあるのか？私が知ってる限りだとわからない。ないっていうのもちょっとわかんないんだけど、うん、わからなくて、この落ちてた手書きのメモ、うん、おそらくお父さんの。そうだね。ものみたいだけど、うん、ここに5種類の新成分を扱ったって、仮に渚製薬が5種類作ってるんだったら、うん、この野原製薬の薬は何なんだっていう話に。そうね、確かに。なんか別々のライバル会社か何かなのかなって勝手に思ってたんだけど。うん。ただこの嫌悪薬とかに関しては、あれ、亀田とか猫崎とかっていうお名前はわかる？は知ってる。うん。その亀田さんが落としたのかなって思ってたんだけど。特にその亀田猫崎に関しては、うん、知ってる人物ではないのか？亀
亀田さんは一応あのお父さんの知り合いだから知ってはいるんだけど、猫崎さんは知らないかな。うん、春樹くんは？猫崎は、うん、友人の姉に確かそういった名前の、うーん、人がいたのは覚えてる。お姉さん、うんうんうん、ただ製薬会社と関係があるのかは知らん。うんうんうん、一応ね、その私が後をつけてた時に、うん、猫崎さんはその野原製薬開発部の人らしいっていうのが分かったんだけど、ほうほう、なんか臨床実験とか実験対象限られてるからとか、あとアルファ1錠とベータ2錠を持ってきてるとか言ってたかな。アルファが2錠、うん、アルファが1錠、ベータが2錠。アルファが1、ベータが2。うん、うん、でもここには1錠ずつしかないから、どこかのタイミングでどっちかの色を一錠使ったんじゃないかな。猫崎本人が、うん、それは自分に服用、わかんない。猫崎は黒い錠剤を飲んでるところを見たよ。黒の錠剤か。うん、黒ってことはすぐ元気。うん、で最初に倒れてるのが確か猫崎だったよね、うん、だな。だからすぐ元気とそのイヤガリンを飲んじゃったから筋肉に強く作用して心臓に強い負担がかかっちゃって死んじゃったのかなって。うん、で多分だけどその嫌悪薬を亀田さんが猫崎さんに飲ませてるんだよね。あー、ヤガリン。うん、そういえば、うん、あの亀田が、うん、赤い薬を持ってるのを見て。赤い薬を持ってたの？うん、え、どのタイミングで？3時半から4時の間。3時半から4時。3時半から4時。ただその薬に関しては自分で摂取はしてなかったから、うん、もしかしたらその飲ませたっていうんだったら赤が嫌がりん。なるほど。だって黒を摂取してるんだろ。うん、で筋肉に強く作用する反応が起きるのがイヤガリンプラスすぐ元気だから。そっか、2種摂取、2種類摂取しないと反応が起きることないから。うん、飲まされてる可能性がある。うんうんうん、赤が嫌がりってことは、
青か黄色が惚れ薬アルファかベータになるわけだけど。ハルキくん、私に惚れ薬入れようとしてたの？消去法でそうなるな。うん、そうなるね。なんか気まずいくない？ねえ。これは私は喜んでいいのかどうかちょっとわかんないんだけど。そうだな。でもそんなことしなくてよかったのになっては思うけど、こんなことをする必要があったのかと今は思ってるけど。あ、そうだ、次どこで話するか決めないとね。そうだな。観覧車は17時15分まで確かメンテナンスだったもんね。うん。だからそれ以外から行こう。どこがいい？個人的に気になるのが、うん、この惚れ薬アルファベータが、うん、遊園地から見て東と南に位置する場所にそれぞれ生えてるから、うん、そのどっちがどっちだったのかっていうのが、あ、気になる。黄緑遊園地から見て東に位置するってことは、ティーカップのある場所が東って考えていいのかな。黄緑遊園地から見て、あ、そういうことになるのかな。はい、ではお二人は次どこで会議を行いますか？決めていいよ、ハルキさん。じゃあ、ティーカップで。かしこまりました。それでは、お二人はティーカップに向けて歩き出します。では、移動時間2分と、します。移動用の BGM がありますので、これが、この BGM が止まったら戻ってきてください。はい。ではミュートにしてください。はい、なんか、なんだろう、なんか、なんだこの生々しい感じは。なんだこれは。あ、これあれですね。周遊ってやつですね。多分、千早拓さんの、千早拓で合ってるかわかんないけど、の曲ですね。これ実際にありましたね。びっくりしました。これ、剣を薬飲ませようとしてたんか？亀田。亀田、惚れ薬だよって言って、剣を薬、春樹くんに飲ませようとしてたんちゃん。で、これさ、春樹くん今私のこと嫌いなんじゃないの？え？でも嫌いだったらここまで戻ってこないよね。ねえ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 。ごめんなさい、これ、めっちゃいい曲だからさ、黙って聴いてたいんだけど、ごめん、無理だわ。ちょ、でもそうだよね、渚製薬で開発してる薬を試させてほしいっていう話だから、人間に効果出るかわかんないで、効果は出ないってことなのか。効果は出ないのか。いや、私が薬を飲ませたことはバレてないのか。いや、でも薬を飲ます契約をしてたことを隠す。ああ、私も薬を持っちゃいました。ごめんなさいは言った方がいいのか。
え、でもこれだってヤガリンってことが分かっちゃうから、いや、やめて、どうしよう。では、お二人はティーカップに到着しました。では、場面をご覧ください。16時45分、ティーカップに到着しました。外壁に沿って並ぶ背の高い木を挟んで、カップルが写真を撮っています。二人はティーカップに乗り込み、会議を始めました。人が多いから、誰にも気に留められないよね。うん、誰かの印象に残るようなことはしないようにしないと。あ、そういえばこのマップって上が北なのかな。いや、そうとは限らないと思う。はい、それではティーカップでの会議13分間始めます。どうぞ。うん、上が北なわけじゃないなら一体どこが北なんだ。観覧車が真ん中で、花火ってどっち方向に上がったんだったっけ。カフェの後ろだな。そっか、カフェの後ろに上がって、で、それは特に方向はでも分かんないね。うん、でも、うん、ティーカップまで来たけど、うん、特に花がないってことは東でも南でもないってことに。じゃあここ西かな。西か北になると思う。西か北、うんうんうん。じゃあ次は反対方向に行けば何かしら手に入るのかな。だな。じゃあとりあえずはティーカップちょっと怪しまれないように回しとこう。そうだね。あ、でもちょっと回しすぎると酔っちゃうから、あのゆっくりね。うん、春樹くんから私に聞きたいこととかはない？そうだな。したいこと。私はあるよ。何？はるきくんは10年前に戻れる本を見つけたからここに来てくれたっていう話はしたけど、なんでここまで戻ってきてくれたのかなってね。私のことまだ、いや、うん、これは今はいいや。そっか。赤の錠剤が嫌がりんなんだったら、
もしかしたら春樹くん私のこと嫌いになってるかもしんないなって思って。どうして？私春樹くんの飲み物に赤い錠剤入れちゃって、でもそれが嫌悪薬だってことは知らなくて、そのだから嫌われたくて飲ませたとかじゃなくて、逆だと思って、効果が。私も春樹くんにお薬混ぜてる。ごめんなさい。そっか。その薬は亀田からもらったのか？それについては言えないけど、でも赤い錠剤を混ぜてる。じゃあお互い様ってことか。うん、ごめんね。いや、いいよ。でもそれで私のこと嫌いになってないの？なってないけど。じゃあ、そっか。人間に効果が出るかは不明だって書いてあったもんね。そうだね。よかった。だから、うん、もしその亀田が猫崎に飲ませたのが嫌がりんなんだったら、それがやっぱり赤なのかなって。うん、思うから。他に今日、それか10年前の出来事で気になることでもいいんだけど、何かない？最後。うん。10年前のあの日、露店で買った飲み物って、うん、いちごオレか。私？うん、私はどうだったっけ。あ、うん、甘さ控えめのいちごオレ買ったよ。なるほど。春樹くんは甘めのカフェラテ？甘めのカフェオレだな。そっか。まあそうなのかなっていうのは。うん。お互いがお互いの好きな飲み物買ってたんだね。だね。ちなみに春樹くんが私の飲み物に錠剤を混ぜたのって、あれ何時くらいだったっけ？その露店のタイミングだよ。そっか、私も同じタイミングだね、入れてるの。そっか。うん、17時半頃かな。これさ、うん、私
自分の情報しかない状態の時にさ、うん、私と春樹くんがそれぞれそのホレボーレとそのソクホレヤンを飲んじゃってて、でほらチューしたじゃん、うん、それで私たちのせいで毒ガス発生させちゃったのかなとかちょっと思ってたんだけど、でも私が春樹くんに混ぜたのが嫌がりんだったら話が変わってくるよなって思って。そうだね。ちなみに頭痛薬っていうかその緑の錠剤は誰か飲んでるところ見たりした？私緑初めて聞いたんだけどこの場では、うん、亀田が自分で飲んでたな。亀田が飲んでたのか。じゃああれ？ちょっと待って、亀田も急激な腹痛を引き起こしてた可能性があるのか。いや、それはないのか。ない。あ、ヤガリンか。ないな。どちらもないな。ないのか。ノーピカリンを飲んでる。で、エナジードリンク。ノーピカリンとすぐ元気。あ、おそらく亀田は、亀田が摂取してるのは緑だけ。あ、だな。黒いのも飲んでる。それは何時頃だ？いつだったっけ？亀田は、ちょっと待ってね。15時から15時半くらい。なるほど。何か分かった？いや。亀田が、うん、15時から15時半の間に、うん、すぐ元気を摂取しているのであれば、うん、2時間から3時間後に、うん、何かしらの反応、その物質が液のあるものか害のあるものかわからないが、そっか、時間的に、うん、猫先が倒れる時間に、まあ、効果が出始めるっていう可能性が浮上してきた。ほんとだね。ノーピカリンはいつ飲んでたって言ったっけ？これは、1時半から2時だね。そっか。時間が空いてても効果は起きるから。あるって言ってたもんね。はい、ティーカップの、時間。終わったようです。ではお二人は続いてどこに移動しますか？メリーゴーランド。決めてどうぞ。ああ、じゃあメリーゴーランドで。かしこまりました。ではこのまま進めて大丈夫ですか？休憩とか大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。はい、それではお二人はメリーゴーランドに向かって歩き出します。先ほどと同じく、BGM が終わったら帰ってきてください。はい。はい。なるほど。あー、
これは亀田ですね。発生源。それは間違いなさそうだな。私が、春樹くんに飲ませた薬が嫌がりなんだとしたら、っていうか、多分そう、亀田は猫崎に、その嫌がりを飲ませてるはずなんだよな。だから倒れたんだよ。そうじゃなきゃ倒れないはずだから。そう、だから、ヤガリンじゃなくて、対策成分はホレボーレだ。ホレボーレだから、そうか、じゃあ猫崎に、即ホレヤンをあげて、ノーピカリンとすぐ元気を飲んだ、亀田に、ホレボーレを飲ませなきゃいけない。だから、緑じゃねえわ。青と黄色の錠剤がそれぞれどっちかを当てなきゃいけないんだ、やっぱり。だから、おそらく、北がカフェなんだ。いや、違うか。南。ああ、わかった。ティーカップに何もなかったってことは、メリーゴーランドが南だ。カフェに何もなかったんだから、そうだよね、多分。ティーカップに何もなかったが、これが、北で、カフェが西なんだ。だから、立体迷路に、東、なんじゃないか？よし。では、お二人はメリーゴーランドまでやってきました。現在の時刻は17時です。メンテナンス中の観覧車は静かに佇んでいるのが見えます。メリーゴーランドに到着しました。外壁に沿って背の高い木が並んでおり、遊園地の外の様子はわかりません。二人はメリーゴーランドに乗り込み、会議を始めました。ここ覚えてるよ。春樹くん、国旗に詳しかったよね。好きだったんだ。ちょっと恥ずかしいな。今となっては思い出だよね。はい、それではメリーゴーランドでの13分の会議スタートします。結局外壁のせいで、わからずじまい。そうだね。はるきくんが、あれ、はるきくんが私に飲ませたやつが黄色だったんだよね。黄色だね。黄色が、ってことは、黄色がベータだ。どうして？アルファが1錠、ベータが2錠、持ってきてるって、猫崎さんが言ってるの私聞いたんだよ。ああ。だから、今ここに1錠ずつあるってことは、青いのは飲んでないってことでしょ？はあ。だから、そっちがアルファで、ベータを私に飲ませて1錠残ってるってことなのかなって。なるほどね。うん。でもそれぞれがどっちがどっちかわかんないと、多分、17時34分に飲ませるのって、猫崎と亀田にそれぞれどっちかを飲ませなきゃいけないよね。うん。ただ、仮に黄色がベータとして、それが即ホレヤンなのか、ホレボーレなのかっていうのが、わからない。わかんないっていうところなんだよな。
外壁の向こうさえ見えれば。ねえ、多分ティーカップが、ん？どうしたの？いや、外壁の向こうってことはさ、うん、観覧車に乗れば見れるんじゃないかな。あ、そっか、ハルキ君頭いい。多分このまま次立体迷路の方に行っても、うん、外壁で見えないはず。うん、だし個人的には観覧車乗りたいなって思ってた。そうだね。うん、一応さ、会議とはいえ一応10年越しにデートをしているわけですよ。そうだね。だからじゃあ分かるのはきっと次だね。そうだね。で、私は勝手にその猫崎と亀田に一錠ずつ飲ませるってつもりだったんだけど、ただこれがどっちがどっちって分かんなかった時は、うん、二人でえいってどっちも亀田のに入れちゃったらどうなるんだろうと思って。亀田がバカンするんじゃない。あ、そっか、だし一緒に入れちゃったらダメだ、毒ガスも発生しちゃう、ダメだダメだ、危ない危ない、なんかよくわかんない害のあるものが出た上に毒ガスまで発生させるところだった。誰も犠牲を出さずにこの10年前を乗り越えたいよね。うん、ハルキ君。ん？この10年間はどういう感じに過ごしてたの？この10年間か。うん。もう覚えてないな。そうなの？私は気づいたら10年経ってた。まあそれは私も一緒かな。外出れなかったしね。うん、でも連絡手段がなかったから春樹くんに何も連絡できずに引っ越しちゃって寂しかったなって。そうだね。うん、もうこの10年間で新しく恋をして新しい人と何か恋人とか作ったりしてるのかななんて思ってたからさ、まさかこんなとこで会えるなんて思わなかったから、うん、あ、一個気になるのがある。うん。男の子がさ、ぶつかってきて珍しい植物図鑑が破れたページを私は拾ったんだけど、うん、その照れそう、惚れそう、元気でそう、うんうん、これまあ元気でそうはきっと
あれじゃん、なんだっけ、すぐ元気でしょ。うんうん。照れそう惚れそうはどっちがどっちだろうと思って。あ、金色か銀色かっていう。うん。どっちも服用後に見た対象で頭がいっぱいになる薬なんだね。そうだね。ただ効果があるのかどうかに関しては、うん、なんとも言えないってところだな。そっか。飲ませなくても告白の答えは一緒だったしな。こんなものに頼らなければこんなの使わなくても私たち両思いだったんだね。まあ、ここに戻ってきてるってことはそういうことなんじゃないかな。うん。私今日のこと忘れたくないな。そうだね。うん。でもきっと10年後に帰る頃にはあやふやになってるんだろうな。うん。うまくいくといいな。そうだね。そしたらだって10年後も一緒にいれるよね。だな。うん。他に考えなきゃいけないことってあるかな。君から話したいこととかでもいいよ。もともと、うん、酔いやすい体質なのか。まあでもさすがにはしゃぎすぎて多分回しすぎちゃったんじゃないかな。ティーカップ、うん、なんかその時あれじゃなかった、はるきくんがなんかちょっと私が恥ずかしくなるというか照れるようなことをポロッと言うもんだからぐるぐるぐるって回しちゃったような気がするよ。そんなこと言ったっけかな私も覚えてないけど、でもそんくらい したから多分
私があれだよね、気持ち悪くなっちゃってトイレに行ってっていう感じだったもんね。うん。その時に受け取ったっていうか、どこで黄色の錠剤は手に入れたの？そのタイミングだね、ちょうど。そのトイレに行ってるタイミング。うん。に、黄色い錠剤をもらってるね。それは、多分猫崎さんからだよね。うん。うん。そっか。はい。では、メリーゴーランドの時間が終了しました。では、この後は、最終会議となりますが、どこに行けますか？観覧車で。かしこまりました。では、二人は観覧車に向かって歩き出します。では、また BGM を聞きながら移動をしていただきます。はい。ミュートにしてください。もう、なんか、喋ることがさ、あるっていうか、まあ、いっぱい詰めようと思えば詰めれるんだけど、せっかくだからさ、やっぱデートも楽しまなきゃ、もし失敗した時のことを考えちゃうからさ、ね、わかるでしょ？気持ち、みんな。ただ乙女なんだが、おもろすぎるだろ。いや、これめっちゃいい曲だね。聞こうか。めっちゃトイレ行きたくなってきた。秒で行ってこようかな。よいしょ。大丈夫ですか？はい。はい。はい。それでは。現在の時刻は17時15分。観覧車乗り場に着きました。メンテナンスが終わった観覧車はゆっくりと動き始めています。一周約15分かかる空の旅は全国でトップレベルの大きさを誇っています。懐かしい。10年前は乗れなかったから嬉しいな。そうだね。降りたら最後の選択をしないと。二人は観覧車に乗り込みました。では、最終会議は15分なんですが、半分の7分半で頂上にたどり着きますので、一旦7分半で、測らせていただきます。はい。それでは空の旅、行ってらっしゃいませ。はぁ、乗れたね。乗れたな、10年越しに。うん。あの時は乗れなくて残念だったからな。そうだな。なんか向かい合ってるとちょっと恥ずかしいね。
うん、なんか違和感そういえばさ、うん、え、猫先は黒の錠剤以外に薬を飲んでるところって見てない？猫崎は黒の錠剤を何時頃だったかな、14時半から15時頃に飲んでるのを見て、うん、その後に17時半頃に亀田が猫崎の飲み物に錠剤を混ぜてるのを見てるの。うん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 、混ぜてるとこだけは見てるってことだね。そう、だからそれ飲んだからその場ですぐに心臓発作みたいな感じで負担がかかって、ほら摂取後すぐに死に至る可能性ありじゃない？うんうんうん、そう、あの多分だけど猫崎さんは亀田さんのこと好きだったけど、亀田さんはもうなんか鬱陶しがってる様子だったから、うん、だから嫌がり飲ませたのかなって。うん、飲んでるところは確かに見てないけど、でもすぐ元気を飲んでることはもう分かってるから。そうだね、うん、亀田さん頭痛かったのかみたいだね。ねえ、黙っちゃうね。うん、もちろんね。うん、何？あ、いや別に。うん。関係はなさそうだけど。うん。まあ、そのもし仮に猫崎が、まあ、亀田のことがまだ好きでみたいなのであれば、うん、その持ってた青と黄色の錠剤顔を、まあ、亀田に飲ませようとしてたみたいなことになるのかな。そうなのかもね。飲ませようとしてたのか、それとも、でも黒い錠剤渡してるもんな。一応そのおそらく私たちが実験対象だったんでしょ？ってことだね。うん、だからその実験対象としてのその私たちのための薬としてアルファ1錠とベータ2錠を持ってきてたのかな。ただその多分ベータ2錠なのはその1錠をもしかして飲ませようとしてたのかもね。うん、これ今持ってんのってさ、うん、全て1錠ずつだよね。うん、だとしたら猫崎赤飲んでない。え、
いや、飲んでる可能性あるのか。いや、カメラがいくつ赤い薬持ってたか。え、いや、わかんない。え、俺が見てるのは、うん、赤の錠剤が2錠入ったケースを、うん、取り出して1錠ポケットにしまって、残りの1錠残ったケースは俺が回収してるんだよ。うん、なるほど。でも過去の俺は、うん、赤の錠剤を1錠飲んでるってことだよな。うん。あ、でも赤の錠剤をいつどのタイミングで手に入れたかによる。私が？うん。私が？ちょっと待って。俺が見たのは3時半から4時の間。うん。私は多分だけど、デートの、デートの1週間前とかにもらってると思う。どういうこと？全部で3錠あったって考えていいのか？うん、で、いいと思う。いいと思う。一週間前。もう。一週間前だと思うな。どのタイミングでもらったかって、多分そこだと思うけどな。ってなったら、まあ、猫先が2種類飲んでる可能性も考えられるか。うん。うん。はい、それでは、観覧車が、頂上までやってきました。お二人はここで行動することができます。以下の選択肢から行動を選んでください。 A 観覧車の扉を調べる。 B 観覧車の床を調べる。 C 景色を見る。 D ハグをする。これが最後の決断する行動か。違うでしょ。なるほどね。違うでしょ。え？なるほどね。え、これ複数は選べませんか？一、まあ、個だけですね。一個か。まあまあ。C。そうですね。C 見ないと解決しないもんね、多分ね。そうね。なんかその下を選びたいのは山々なんだけど。シースね。はい、かしこまりました。で、お二人は景色を見ます。観覧車の頂上でふと視線が交差し、二人は赤面する。何？あ、いや、その見とれちゃって。え？あー、景色早く見ないと。頂上からわずかに遅れてしまったため、二人で一つの方向しか見ることができません。では方向を選んでください。わあ。私さ、あのカフェが西だと思うんだけど。ああ。で、ティーカップが北かなって思ってて、東と南にあるんでしょ？うん。でも結局。あ、でもそっか。そう、外壁やから。そっか、わかんない。そう、結局判断できひんのよな。でも、うん、やっぱり黄緑遊園地から見て、うん、東に位置するやろ。ってことは出入り口の方を見るのかな。うん、黄緑遊園地から見てでしょ。外から見てじゃないのよね、うん。でも基本考えんのって、うん、例えば観覧車を中心と見て、うん、で黄緑遊園地の出入り口側を北って
捉えると思うのよね。その遊園地内だけで判断するのであれば。うん、うん、うん、うん。やと思うねんけどな。そしたらカフェ側が来た。黄緑ってことに。いや、どうや、黄緑遊園地から見てってことは、うん、カフェの方から見て、うん、真正面の方向を北って見るような基本。今向いてる方向が北って考えるのであれば、うん、立体迷路が北でもおかしくないのよな。うんうんうん。そうだし、会話として、あ、そういえばこのマップって上が北なのかな、いや、そうとは限らないと思う。限らない。会話してるから。立体迷路を北で考えるのはメリーゴーランドカフェなんよな。うんうんうん。見る方向としては。うん。で、どちらにせよ、カフェが北でないと考えたときに、うん。あー、まあでも五分五分か、結局。そうだね。可能性として、一番あるのが、うん。いやー、いやでも、カフェメリーゴーランドしかないな。カフェ？あ、メリーゴーランドの方にマップ木生えてるよ。木生えてる。うん。ああ関係ないか。あ、五分五分やな。メリーゴーランドと立体迷路の間に木が生えてるから、そっちが南で東、ティーカップが北っていう可能性はない。そんな、こんなマップじゃダメ。いやー、でも観覧車中心で見て、うん、いや、いだってわかんねー、黄緑遊園地から見てやろ。うん、黄緑遊園地から見て、あ、黄緑遊園地っていうその文字から見てってこと？え、違う。だから園内、うん、中心位置、うん、黄緑遊園地から見てやろ。わかんない。ああ。では、そろそろ決断をお願いします。一応2分の1ではあると思うけど、それ結局さ、どっちがどっちかわからんよね。東西南北決めなきゃさ。そうとは限らんってことは。うん。あ、このマップで見てカフェが上の方にあるから絶対そうとは限らんから、うん、いや、そういう点も踏まえて、うん、園内から見てやっぱり、うん、立体迷路が俺は北やと思うから、うんうんうん、メリーゴーランド、メリーゴーランド？ OK、かしこまりました。ではお二人でメリーゴーランドの方を見てみましょう。メリーゴーランドの方向には紫色の花が畑に咲いているのが見えました。紫色？ではここから地上までの旅7分半スタートします。紫色かい？ことは、うん、北か西、うん、北か西か、
う本当に分からなくなっちゃったの。照れそう、惚れそう、元気出そう。金色の花が8月に咲く、銀色の花が8月に咲く、赤金色の花が8月に咲く。元気出そうの方角さえ分かれば。あー、そうだね、2箇所見れればよかったんだけど元気出そうは別に分からんよな。うん、これさ、俺めっちゃメタっぽいからやめよう。ん？いや、もしさハグしてたらさ、お互い見てる方向真逆じゃん。あー、なるほどね。うん、かなーとか思ってさ。そういうことか。今しとく？遅くだよ。なるほど。ちょっと詰まっちゃったな。まずいな。黄色と青、どっちがどっちなんだろう。なんかその猫崎さんからなんかそれっぽい、どっちがどっちっぽい匂わせみたいなの なかった？いや、なかったな。そっか。なんか会話とかした？どういう会話をしてそれを受け取ることになったんだろうと思って。その席を外すタイミングでもらってるっていう感じ。そっか。亀田さんをなんか袋詰めにしてガスが出るのを、ガス、何か発生するものを、諦めるとかそういうわけじゃないけどさ、でも多分わかんないよね、これ。紫色って花火が上がった時、花火って
花火って、うん。何色の花火とかってあったっけ？いや。ないか。なんか花火が上がったことで、この、まあ関係ないか。あの、8月に金色の花が咲くとかっていうのを、その花火が上がった瞬間だけ金色に輝くとかさ。花火の明かりで、そうそうそう、金色に見えるみどうする？これで決めないといけないよ。いやー、照れそうか惚れそう、どっちかさえ分かれば。うん。一個さ、ちょっとこれはもう、うん、合ってるかどうかわかんないけど、あ、でもそっかわかんないな、どっちか。黄色を飲ませようとしてたのかなって思ったから、亀田にね、猫崎が。うん、あー、わかんないな。どうしよう。はい、それでは。観覧車が地上まで、着きました、うん、ちょっと待って、現在の時刻は17時30分です、これより決断を出していただくのですが、ここで、遊園地の妖精さんがですね、お二人に話しかけてきます。どうやら15分間だけ、しかも一回だけ、時間を巻き戻してくれるそうです。どうしますか？妖精じゃん、妖精じゃん。巻き戻します。巻き戻そう、はるきくん。巻き戻してもらうか。うん、かしこまりました。それでは。そんな妖精おるんや。はい、現在の時刻は17時15分です。じゃあお二人はどこに行きますか？観覧車。観覧車で。うん。かしこまりました。うん。お二人は観覧車乗り場に着きました。メンテナンスが終わった観覧車はゆっくりと動き始めています。一周約15分かかる空の旅は全国でトップレベルの大きさを誇っています。懐かしい。10年前は乗れなかったから嬉しいな。そうだね。降りたら最後の選択をしないと。二人は観覧車に乗り込みます。では、こちらまた7分半の議論をしてもらうんですが、もしよろしければ、二人が、よろしければ、移動中の BGM を聞きながら、乗ってみますか？それとも他の BGM がいいですか？あ、どうする？移動中の BGM。 周遊、あ、周遊とか結構遊園地らしい、うんうんうん、BGM だったり、聞いたあと開演という BGM もありますし。あ、へー、どれがよろしいですか？選択できます。おお、妖精さんが一番好きな音源を流してほしいです。かしこまりました。では、こちらの BGM を聞きながら最後の議論楽しんできてください。はい、それではいってらっしゃいませ。観覧車やっと乗れたね。10年越しだな。メンテナンスで乗れなくて
残念だったもんね。うん。あとはこのアルファとベータどっちがどっちかっていう話だけど、うん、そういえばさ、うん、猫先って、うん、っていう話は思い出す。いや、もういいよ。だったら思い出話とかで花を咲かせた方がいいよ。せっかく時間巻き戻してくれたんだから、私たちが好きに話せば、ね、亀田の話でもするか。うん、亀田さんのこと好きだったの？あ、いや、そんなわけねえし。え？私も別に、ね、猫崎さんのことなんて好きじゃないし。え？お互いがお互いに飲ませようとしてたの何だったんだって話だからね。でも、うん、そのイヤガリンを飲んで、うん、効果出てないっていうのも気になる。そもそもさ、この惚れ薬アルファもベータも、うん、この嫌悪薬も全部効かなかったんじゃない？そもそも？うん。人間に効果出るか不明って言ってるじゃん、うん、まだ新薬だしさ。だし、これ飲まなくたって私は春樹くんのこと好きだったわけだし。実際に春樹くんも私のこと嫌いになってないんでしょ？そうだね。だったら試験段階だったからそういう部分には効果は別になくって、そうじゃなくその飲み合わせの方だけ影響しちゃったみたいなさ。ああ、これに関しては効果が見られてるからね、このお父さんの目も、うん、危険すぎだろう。本当だよ。うん、言うこと聞かん社員もめちゃくちゃやし。結局この事件のせいでなのかどうか分かんないけど、うん、うん、うちの会社潰れちゃったしね。あ、そうなんだ。うん、倒産して、だからお引っ越しすることになっちゃったんだよね。なるほどね。うん、このメモはカフェで拾ったけど、うん、どこからっていうか誰が持ってたものなんだろう。確かにね、紙切れが落ちててくしゃくしゃだったって。だって、あの二人のうち、どっちかが持ってたとしたら、うん、そんな飲み合わせしないってことだもんな。ね。そっか。うん、私が持ってたものでもないからさ、これ、うん、お父さんもつけてる。 お父さん私たちのことさらに見てる。可能性があるのか
それかお父さんも10年前に10年前に来てるか、それかあれだよね、10年前のその私たちのデートについてきてたとか。ああ、だからえ5人から監視されてんの？それにも気づかないで私たちすごいはしゃいでたね。ま、周りのことなんて見えてなかったのか。気にならないからな。うん、多分あの時春樹くんしか見えてなかったと思うしな。うん、ハルキくんも？だな。照れるね、なんかね。そういえば、ん？私があげた雲のネックレスってどうしてる？雲のネックレス、うん、今も持ってるはず。そっか、私にとっては割と一世一代のプレゼントだったからさ、うん、ちょっとね、あの若さゆえの過ち感は否めないんだけど。そうだね、うん、だって付き合ってもない初デートみたいな感じの状態でネックレスプレゼントするってはしゃぎまくってる、浮かれてるね私。だいぶ思い切ったね。はい、それでは観覧車が頂上まで来ました。お二人は観覧車内で行動することができます。以下の選択肢から選んでください。 A、観覧車の扉を調べる。 B、観覧車の床を調べる。 C、景色を見る。 D、ハグをする。どれにしましょうか。観覧車の床？言うと思ったよ。床に書いてるかもしれん。どっちがどっちだよって。そう、北だよって。アルキくん。まあ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 、 D、 ハグするすかね。うん、はい、かしこまりました。では、あ、間違えました。頂点に差し掛かる頃、どちらかともなく二人はハグをしました。10年前もここで告白できたらかっこよかったのに。ハルキくんは10年前もかっこよかったよ。二人は強く決意をする。必ずこの事件を解明し、二人で過ごすことのできる未来を作るのだ。それでは残り1時までの7分半。おい、あれ、お前あれ違うかな。マイワールドに入ったんけ。お前も花畑にすんな。ごめんな。なんでもねえです。おまけしますか？おまけしましょう。なんでもねえです。どうしましょう。面白すぎる。あ、このままいくか。そのままでも。そのままでもいいの？
私は二人の明るい未来が見たいよ。景色、景色見よう。なかったことに。かしこまりました。では、少し時間を巻き戻しますね。めちゃくちゃ面白い。気合でなんとかなんねんな。意外と、はい、意外と気合で時は渡れるっていうことだった。そうだね。気合でもいけるらしい。では、これは、GM からのおまけということで、はい。ごめんなさい、ありがとうございます。いえいえ、大丈夫ですよ。もう見ててもろたわ。はい、それでちょっとお聞きしてるので。ではね、景色を見ましょうか。はい。では、お二人は景色を見ます。観覧車の頂上で、不等視線が交差し、二人は席面する。な、何？いや、その、見とれちゃって。え？ああ、早く景色見ないと。頂上からわずかに遅れてしまったため、二人で一つの方向しか見ることができません。では、どの方角を見ますか？まあ、これは、カフェ。しかなくない。仮に、まあ、北であっても西であっても東であり南であるのはカフェしかないかな。メリーゴーランドに何もなかったんだよね。メリーゴーランドになかった。そう。あ？うん。だから。だから違うわ。メリーゴーランドの反対か。そう、ティーカップじゃない？ティーカップか。うん。ティーカップじゃないとあかんのか。そうだね。じゃあ、ティーカップで。かしこまりました。では、お二人でティーカップの方向を見ます。ティーカップの方向には、金色の花が畑に咲いているのが見えました。それでは、残り1秒まで7分半。最後の議論です。後悔のないように議論をしてください。はい。それでは、いってらっしゃいませ。金色の花だ。金色で、テレソーが、金色で、わかるかこれ。むだから、メリーゴーランドが紫だった。ティーカップが金色だった。だからここが南か東のどっちかなんだよね。で、メリーゴーランドが北か西のどっちか。カフェが、なんか今まで見てきた私たちの知ってることの中にヒントないかな。
私何か忘れてることあるかな。私が12時から12時半に遊園地に戻ってきた時に、うん、園内マップの書かれたパンフレットをそこで見つけてるんだけど、その時の現在地、うん、私メリーゴーランドだったんだけど、うん、そのメリーゴーランドから見て、メリーゴーランドが北だったりするかな。いや違うか。なんか関係あるかなってちょっと思ったんだけど、メリーゴーランドで私は目が覚めたから、うん、ハルヒ君はどこで？わあ、カフェ。カフェか。だね。カフェで、でも園内マップって、私しか持ってない？うん。そこで園内マップ見つけてる？うん。そっか、じゃあ関係ない。分かる情報があったんじゃないかな、今までので。ないかな。夕日とか見てない？夕日？うん、夕日？ちょっと待って、夕日、夕日。見たとかいう記憶があれば。夕日。さすがにないか。夕日は覚えてないな。どうしよう、ハルキくん。どっちだと思う？金色。東か南。でも金色が、金色が照れそう。照れそうで、何か見落としてるのかな。東かなって思うけどな。東？
はい、それでは違う、南、南、うん、と思う。分かった。はい、観覧車が、地上までたどり着きました。現在の時刻は17時30分です。もう花火が上がるまで時間がありません。では、お二人に回答していただきます。まず、丸一。最終行動を宣言してください。お二人はこの後何をしますか？錠剤を盛る場合は、誰が何色を誰に盛るかまで、記載してください。そして、丸二が、それぞれが飲んだ錠剤の色。と、あと、錠剤の成分ですね。それぞれの色の成分を記入してください。回答シートを、こちらはディスコードになるんですが、共有情報のチャンネルに貼ります。はい。花火が上がるのは17時34分です。今から4分間お撮りします。お二人で相談をしながら記載してください。はい、ではスタートします。私が飲んだのは黄色だよね。黄色と黄色、赤、赤は飲んでないんじゃない？あ、でもそっか、うん、34分とかに、だって少量でもとか言うからさ。ああ。この時間で、17時30分の現在で飲んだ色なのかな。だとしたら黄色だけだと思うけど。告白して、その花火が上がって、チューするところまで換算するのであれば赤も含まれるんじゃないかと思うんだけど。あー、なるほどな。うん、亀田が黒と、緑、猫崎が黒と赤。錠剤の成分が赤が嫌がりん。まあ、でもこれはまあいいとして、あれだよ、最終行動、私たちがどっちがどっちに何を盛るか。うん。もし、でも、惚れぼれと、テレソー。テレソーが金色で、これが南だっていうなら、惚れ薬ベータ黄色。うん。金色の、花を咲かせるのが、うん、南でベータ。うん。これがどっちかなんだけど、そのね、惚れぼれか、うん、なんだっけ、即惚れやん。即惚れやん。亀田が飲んだのが緑と黒。私が亀田に入れようか。で、春樹くんが猫崎さんでいいかな。逆の方がいい？やば。わあ、ああ。黄色が
惚れぼれにしようか。うん、逆。逆？即惚れやん。うん、黄色が即惚れやん。オッケー。ちょっともう打ち込むのに時間が。即惚れやん。で、青が、なんだっけ、惚れぼれ。うん。あ、でもこれ成分か。成分って？成分は？惚れぼれでいいのか。え、これは、俺が入力していいっすか？はい。任せました。盛るのは、うん。猫崎と、うん。亀だ。うん。どっちがどっちに何を？うん、最終行動だけでも大丈夫だからだって。亀田と猫崎にそれぞれが。亀田に飲ませなきゃいけないのは青。惚れぼれの方か。はい。うん。じゃあ、もうこの共有情報に入力で。はい。それで大丈夫です。はい、全部合ってるはずになんのかな。私は春樹くんを信じるよ。はい、かしこまりました。亀田さんに青色の状態をどちらが盛りますか？じゃあ、自分が。はい。かしこまりました。では、はるきくんが亀田に青色。じゃあ、猫崎さんにはどちらが盛りますか？はい。ミクちゃんですね。はい。では、ミクちゃんは猫崎に、黄色の錠剤を盛る。という回答で、受け付けます。では、今からエンディングの準備をしますので、休憩をお二人はしておいてください。はい。ちょっと待って。なんか衝撃なものが見えるんだけど。黄色どっちも飲ませてますね、この人ね。え、ちょっと待ってよ。え、ちょっと待って、青と黄色飲んでんの私。ちょっと待って。え、それは、え、それ私が、ちょっと待、それ、え、あ、え、それ、それわ、え、ちょっと、え、でも、そうか。嫌がり、あ、そうか。あ、そうか。黄色と青を私は飲んでいるけれども、はるきくんに私が赤いのを飲ませてったおかげで、チュッて、したことで、毒ガスは発生しなかったんだ。ああ、なんだ、よかった。
なるほどね。よかった。じゃあ私が何か飲む必要はなかったと。はいはいはい。だから猫崎と亀田に飲ませなきゃいけないよねって話で合ってますよね。青と黄色がどっちがどっちかだよ本当に。それがどうかによる、マジで。いや、はるきくん、あんたとんでもないことしてたよ。危なかったね。チューしてなかったら終わりだったぜ。よくやった。目の前に顔が現れ、甘いカフェラテの味が口の中に広がってよかったね。めちゃくちゃおもろいんだけど。な、隠してたな。さては2錠混ぜたことを。お互いが1錠ずつだったらフェアだねとかじゃないのかい。どっちも混ぜてんのかい。え、あ、そっか、そうだよね。なんで私逆に気づかなかったんだ。はい、エンディングの準備できましたので、戻ってきていたらミートを解除してください。はい。はい。はい。それでは、お二人がたどり着いたエンディングは、こちらです。観覧車から降りた二人は、露店近くのカフェで息を潜めていた。花火の上がるはずの空を見上げながら、錠剤を強く握りしめる。小さな光とともに高い音がして花火が打ち上げられた。すぐに二人はベンチのそばにいるみんなの元に急いで向かう。直後胸に響く大きな音が鳴り、みんなが一斉に振り返った。今しかない。二人は予定していた猫崎と亀田の前に走り、錠剤を飲み物の中に溶かした。そのまま急いで彼らに気づかれる前に姿を隠す。背後からは春樹くんの震えた告白が聞こえた。30分ほど時間が経った。遊園地には平和な時間が流れている。花火が上がるたびに歓声が上がり、みんなの顔に笑顔が見える。ふと気がつくと、中学生の二人を見失った二人の大人がキョロキョロと辺りを見渡していた。どこに行ったのかと、春樹とミクが周りを見渡すと、門を出ていく中学生のカップルが見えた。手をつなぎ、これからの楽しい日々について語っているであろう二人は、足並みを揃えて遊園地から出て行った。同時に18時の放送が園内に響き渡り、二人は眩しい光に目を閉じた。目を開けると、そこは見慣れない部屋だった。あれ？なんかいつの間にか寝ちゃってたみたい。僕も今起きたよ。初デートの夢を見ていた気がするの。あの遊園地のこと？不思議だね。僕もそんな気がするよ。二人が求めた世界で、今日も二人は幸せな日常を歩んでいる。亀田と猫崎は、あの日恐ろしい夢を見たと言い、それから新成分のリスクを先頭に立って伝える立場になったのだとか。おめでとうございます。二人きりの遊園地、A ルートでクリアです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後はですね、真相編にて、解説なども行っていきたいと思います。はい。また先に SNS 投稿に関してが、書いてあるので、まあネタバレ回避のためにゲーム内で得た情報の投稿は避けるようにお願いしていますが、各エンディング名のみ、まあ今回で言えば A ルートでクリアしましたなどは投稿可能ですとのことです。はいはいはい、こちらがネタバレに対策についてでした。はい。では実はこの後エンディングはもう少し続きます。なぬ。お二人にはそれぞれ隠していた秘密がありましたよね。はい。
では隠していたであろうお互いの秘密を、当ててみましょうか。では当てた方は、まあ、ご褒美としてお願いを聞くとか。うぅなるほど。どうですか？おぉ、おぉ、そうしよう。はい、では、どちらから行きますか？え？ちょっと。相手の秘密に気づいた人はいますか？え、どうなんだろう？合ってるかわかんないんですけど、ミクに青と黄色の惚れ薬両方飲ませたことを隠すとか。ハルキ君どうですか？ No。 あ、違うんだ。はい、違いますね。じゃあ逆にハルキ君、ミクちゃんの秘密は何だったと思いますか？このデートを成功させるために一週間前から薬の準備をしていた。ミキちゃんどうですか？ No。 おう。はい。じゃあ今回は残念ながらお二人とも秘密が分からなかったということで。はい。じゃあどうしますかね。うわ、当てたいな。何だったんだろう。え、それか、うん、これはもうでも2回目はないか。うん。ないね。まあ、ここからはロールプレイの時間なので、はい。まあ、答えを言いながら、うん。自由に会話をしてみてください。はい。はい。あの時さ、うん。まあ、実は、その、一週間前に、その、亀田さんからね、うん。話を持ちかけられたんだよね。話？うん。まあ、惚れ薬、使ってみてくれないかって。うん。そう、報酬で5万円あげるよって言われて。5万円？うん。そう、それで、まあ、その時、私はその好きな人には値段の高いプレゼントしなきゃって思っててさ。うん。そう、だからお小遣いいっぱい頑張って貯めてたんだけど、まあ1万円くらいしか貯まんなくて。その時にその亀田さんから5万円あげるから惚れ薬開発中のやつ試してみてくれないって言われて、その契約に、まあ応じた。だよね。そのお金で、ネックレスを買って、5万円するネックレスを。そう、5万円するネックレスを、買って、っていう感じだったから、まあ、私はその、でも契約したこと自体はちょっと秘密にしてなきゃいけなかったんだよね。うん。なるほどね。うん。うん。俺も、ま、その10年前、うん。デートを成功させるために、うん。猫先から、惚れ薬を購入してました。あ、だから金欠だったの？そう。なるほど。それが原因で。結構厳しかったけど。うん。絶対成功させるんだっていう。ので、青色の薬を。うん。買ったんだけど。うん。猫先が効かねえなってことで。うん。
追加でもらったのが黄色の薬。あー、なるほど。多分ティーカップで酔ったのは、うん、多分青の薬の副作用。あ、そうなの？うん。それはどのタイミングで？あ、そっか、15時から15時半のタイミングでもお薬混ぜてるわ、私のに。そこを見てるのに私何を。なるほどね。そう。じゃあ花火打ち上がった時にその告白してそのチューしてなかったら私たち大変なことになってたのでは。私が毒ガスを発生させる人になってたってこと？そうだね、毒ガス製造マシンになるところだったんだ。うん、よくやった、はるきくん。いや、間一髪よ。まあでも飲ませてるのもはるきくんだからな。まあ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 、製造マシンにしたのは自分だけど。そっかそっか、確かに。どこだったかな、17時30分頃のその飲み物買うときに所持金がギリギリだったんだなーっていうのはちょっと確認してたから。うん、そっか、そのせいだったんだね。薬のせいです。私は薬を使うことで5万円もらって、はるきくんは薬使うために金はたいたって。なんだそれ。若気がない。まあ、何はともあれ、ね、うん、うまくいってよかったな。うん、今こうして一緒にいられるわけだしね。うん、それもこれも妖精さんのおかげだね。妖精？ああ、なんでもない。遊園地には妖精がいるんじゃないかってね。そんな噂があるのか？うん、なんかそんな気がする。では以上でよろしいでしょうか。はい。はい、ありがとうございます。ではお二人の秘密も、分かったところで、10年後の未来でもはるきくんとみくちゃんは二人で幸せな生活をしていくことでしょう。以上でマーダーミステリー二人きりの遊園地閉幕となります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。青と黄色どっちがどっちってなんで分かったの？勘。はい。勘。まあいろいろメタ推理もして。ああ。かな。へ、うんうん、確かにメタ推理で今回解けるような感じ。あ、そうなんだ。だかなぁと思います、うん。はい、では、解説の PDF を配布しました。はい。はい、それでは解説の PDF めちゃくちゃ長いんですけど、本当だ。どうしようかな。まあ、簡単に説明していこうかなと思います、上から。はい。まず、このシナリオには、はるきくんとみくちゃんの他に、亀田と猫崎という人物が登場してきました。はい、まず亀田さんについてですね、彼は渚製薬の開発の、人です。うんうん、亀田さんは、みくちゃんに
5万円払う代わりに、まあ、剣親子を使って、騙された。まあ、試験的なね。はい。騙されてるんですけど、まあ、試験を、試験試薬ですかね、うんうん。をしようとしておりました。うん、で、続いて猫崎さんは、野原製薬の人です。うんうんうん。で、春樹くんはこの猫崎さんから、青色の錠剤を事前に3万円で買っております。わ、結構してる。結構してる。はい。中学生にとったら結構高い買い物ですね。春樹くん。はい。で、まあ、亀田さんと猫崎さんの関係については、議論中に出てた通り、うんうん、まあ、二人は元恋人同士で、まあ、猫崎さんは亀田さんのこと今でも好きなのに、まあ、亀田さんは猫崎さんのことを、まあ、鬱陶しがっている、という様子が見受けられました。で続いて、錠剤についてですね。こちら、惚れ薬、アルファとベータ、そして、検温薬の3種類は、すべて試験段階であり、人間への効果は不明です。で今回、効果が出たのは、惚れ薬ベータのみ、となっております。まあ、なので、ミクちゃんもね、ちょっと不安に思っていたと思いますが、検温薬は、人間に効果が出なかったので。よかったよー。はい。まあ、はるきくんから嫌われずに済んだという感じですね。でも、アルファについては、まあ、はるきくんの、アンドアートで、わかるんですが、効果がないので、ベータを追加でもらっているという、形です。で、その次のページに、まあ、それぞれが飲んだ錠剤のまとめが書いてあります。うんうん、まあ、まず、順番に言っていくと、まあ、亀田さんがノーピカリンを自分で飲んで、うんうんうん、次に、猫崎さんが、黒い錠剤、まあ、すぐ元気を自分で飲んでます。うん、で、その後に、亀田さんもその黒い錠剤、すぐ元気を飲んでおります。そして4と5ですね。春樹くんがミクちゃんに惚れぼれ、青い錠剤を持っております。うんうん、最初に青い錠剤を持って、花火が上がるときに黄色い錠剤を持っています。なるほど。はい。あきくんは2種類錠剤を持ったということですね。めっちゃ持っとる。はい。はい、っていうのが、だーっと書いてあります。そして、6、嫌がりんですね。うんうん。みくちゃんがはるきくんの飲み物に赤い錠剤を混ぜています。うん。で、こちら、剣王薬なんですが、まあ、ミクちゃん視点、惚れ薬だと思って飲ませております。はい。でも、ハルキくんのね、アンダートに実は、惚れ薬じゃないとバレてることはないと思いますよっていう亀田さんの会話が、言っているんですね。あ亀田、はい、この野郎はい。なので、この辺でハルキくんは察するんではないでしょうか。そっか。まあ、さらに、剣王薬は、なぎさ製薬の、ものである。こと、うんうん、あと惚れ薬は野原製薬である野原製薬で作られているものであるというところからもまあ色の区別はつくのではないかと思います、うんうんうん、そして最後に、亀田が猫崎に赤色の飲み物を赤色の錠剤を飲み物に混ぜております、うんうん、っていうのが、2人が、見た情報を合わせたらこうなるというような感じです。なるほど。で、続いてですね。対策成分を盛りたい対象が3人いる問題についてなんですが、まあ、これはミクちゃんが気づいてくれましたね。うんうんうん。はい、ミクちゃんは、ホレーボーレとソクホレアンの2種類を飲んでいるので、毒ガスを発生している可能性があるんですが、お二人は、告白の直後にキスをしていました。はい。で、この直前に飲んでいた飲み物
に錠剤を混ぜているので、うんうん、まあ微量ですが対策成分をミクちゃんは摂取できていたんですね。うんうんうん。はい。ミクちゃんの対策成分は、イヤガリン、赤色の錠剤でした。はい。はい。それを摂取することができたので、ミクちゃんはもう無事であると、いうことがわかります。ここすぐ気づいていたのが素晴らしかったなと思います。はい。ちょっとね、その辺恥ずかしくて言えないみたいな。いや、恥ずかしかったです。恥ずかしいけど、でも、いや、でも、これは、少量でも、ってなるんだったら、口の中にその味が広がっているのであれば、そうなんでしょうね、って。はい。思いました。で、あと、途中で好きな飲み物についても、整理してくれていたと思いますが、うんうん。10年前に買った飲み物、逆ですよね。はい。うん。これ実は、二人は思い出の味が忘れられずに、好きな飲み物になっていたという。かわいい。なるほど。なるほどな。はい。うわもともと好きなんじゃなくて。そこで好きになったんだ。はい。もともとは、はるきくんはカフェラテが好きで、み、う、く、ん、ちゃんがイチゴオレが好き。だったんですが、逆転するっていう。かわいい。なんて尊いんだ。まあ思い出の味ということで。ああ素敵。はい。で、まあ続き説明するんですが、まあやってみくちゃんは無事なので、今回対策成分をもらわないといけないのは亀田と猫崎であることが分かりました。で次、うん、お二人が苦戦していた。ホレボーレとソクホレアンの色の区別についてです。はい。はい。こちら、黄緑遊園地の、ま、近くに、栽培されているということから、ま、景色を見るというのが、ま、正解ですね。うんうんうん。で、方角についてなんですが、どうしたらわかるのか。答えは、移動時間中の BGM にありました。うわ。はい。こちらの周遊という BGM はですね、BGM はですね、このシンガーソングライターの、方が、実際に黄緑遊園地で遊んだ後に作った曲。そっか。なんですね。うわ。なので、まあ、ティーカップだったり、メリーゴーランドだったり出てくるんですが、この歌詞を見てみてください。もう一回聞きますか？はい。もう一回流すので、大きめで聞いてみてください。ぐる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 と僕と君の世界をどこまでも旅ができたらいいな。ああ時を忘れてさ、まずはメリーゴーラウンドに乗って世界一周旅行しようよ。車の頂上から見える宇宙に太陽が沈む。綺麗で僕も吸い込まれそうで、隣を歩くあなたの笑顔をこれからも大切にしたいよね。足元の影が消えた後も君とこのままずっと歌詞終わりましたかね。終わりました。はい。で、この BGM の注目するべき箇所はですね、太陽が沈む。はい。うん、
観覧車の頂上から見える宇宙に太陽が沈むです。あー、宇宙に太陽沈んでんだ。はい、立体迷路マップ見てもわかるよな。確かに。はい、観覧車から見て、まあ、立体迷路は宇宙をモチーフにしているので、まあ、そちらに太陽が沈む、ことがすごく綺麗だったということで歌詞に、取り込んだようです。はあ。なので立体迷路が西、なのでカフェが東でティーカップが南、ということになります。なるほど。でもこちらを整理していくと、今回の、まあ、回答正解ですね、ホレボーレが青、速ホレアンが黄色ということになります。はあ。はい、でも今回はね、あのメタ的にカフェが北ではないというような感じだったのかね、あと、俺がそのカフェ側が東って判断した理由は、あの夕日あんのに花火見えへんやろっていうので、はあ、があるから、いや実はですね、私がやった時も相方がそれで解きました。はぁ、すごい。8月の夕方、あ、うん、まあ、太陽、その、6時、5時半台でも普通に夕日あると思うから。そうだね。そうです、明るいんですよね。そう、そんな状態で、花火見えてるイコール、まず太陽はないと。はい。で、そうなったらメリーゴーランドか立体迷路が、北か西になるんやけど、メリーゴーランドを西にした時、まあこの辺はいろいろあるけど、まあそうね、まあ花火の側にそもそも太陽はまずないやろっていうところで西にした、なるほどね、のが強いかな、はい、まあそれはベタというよりはリアル知識、なんで、まあ春樹くんもそのくらいの知識はあると思いますので、はい、まあ中学生ですから。全然それで解くのはありかなと思います。でも一応解説には書いてないので、まあ、裏ルートというか、という感じですかね。私もそれ聞いたときに、ああって納得してしまいました。ああ、よかった。すごいわ。いや、お見事です。ありがとう。打った錠剤も完璧。そうだね。いやでもあれだったけどね、あの遊園地の妖精さんがいなかったら。こちら本当にあの救済してもいいですよっていうのがある。あ、そうなんだ。はい、もう一度観覧車に乗りたい場合は一回ならいいですよっていうのがあるので。でいらんことしたから。いらんくないだろ、ハグは大事だろ。大事でしたよね、ミサさん。はい、大事ですよ。ねえ、ほら。私もやりましたから。2回目乗って。はい。失礼。なんだ、ミサさんがやったと知ったら手のひら返しやがって。いや、面白かったなぁ。なんかここまでこう濃密なしっかりした、それこそ読み込み30分とかって最初書いてたのかな、そう、もともとその事前に配布されて一応読んでおいてねって感じになってたんですけど、今回そう30分読まないと本当に時間足りないんじゃないかくらい結構濃密なハンドアウトだったので、ね、まあ、考えるのが2人っていうのかな、そうだし、私側からの情報だけだと、あ、これ2人でその速ホレアンとホレボーレをお互いに入れ合っちゃって、でお互いにそのチューしちゃったことで2人が毒ガス発生させちゃってるのではになるのよ。でもやとしたら
本人は無害になるから、うん、だからなんで倒れたんだろうとか思いながらそう、すごいやっぱ謎一人じゃやっぱ解けなかったし、お互いが持ってる情報をこううまいこと整理しないとたどり着けなかったんだろうなとは思いながら、いやーすごいね、二人ともめっちゃ一途なんだな素敵だわ。これあれなのかな、その雲のネックレスとかに関してはその春樹くんの方には全く何もないのか。ああ、もらって5万するんかってぐらいの情報しかない、うん、ああ、5万するんかの情報ある、後で調べてみたが5万するって5万しますね。さすがに金額調べたとか言われへんやろ、うん、なるほどね。いや、その5万はどっから出したんだみたいに確かになるのかな、ならなかった、全然あ、本当、製薬会社の娘やし頑張ってお小遣いも貯めた上に亀だから金をもらいだからね。うん、それ以外は別に記載はなかったな。うんうんうん、そっか。だから最初から違和感やったよな。うん？その甘さ控えめのいちご割れの味が口の中に広がったって書いてんのに、うんうん、あの17時30分頃カフェの露店でカッコつけたカフェラテを買ったが甘めにしたって、うん、でカッコつけて好きな飲み物を甘さ控えめのイチゴ、これお前どっちやねんって思いながら確かにそう、なんでなんだろうと思ってたんだよね。そう、だからそこで全てを理解した。うーん、カフェラテを買ってるのにイチゴオレってことはってことだな口の中広がってのイチゴオレってことはと思ったな。うん、うん、いや、お互いがお互いの思い出を忘れられなくて好きになるって何その、あかわいい。あとあのどれ一個おまけやねんけど、うん、あの黄色の薬持ってるやん。うん、黄色の薬を持ってて、うん、でこっちは逆に赤の薬をさ、うん、盛られてるやん。そうだね。どこやったかな、俺が一個なるほどなって思ったのが、うん、あ、これここか。17時35分、告白した後1週間程度、ミクちゃんのことが特に頭から離れなかったね。あ、そうなんですよ。効果があるのはベータ黄色だけで、あ、黄色飲んだ後に飲ませた後に、なるほど、赤と黄色交換してるからあ、なるほどなと思って、はいはいはい、なるほど。だからそう、だから摂取その最後解凍するときに、うん、自分のとこに赤と黄色っていうのは、はい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 、そうだね、そうそうそう、はい、正解ですね。あ、逆にあのミクちゃんはどうなりましたか？あのちょっと待ってね、花火は本当に綺麗だった、もはや男らしさすら感じた、一週間ほど花火で頭がいっぱいだった花火に惚れとる。そっか花火、そっか、さっき見てんのか。そうです、ミクちゃん花火見てるんで花火男らしさ感じてる。そうだから、なんだこの文章とは思ってたんだけどそういうことかあー、惚れ薬効いてたみたいだけど春樹くんにじゃなかったねなるほどね、面白すぎる
あーそういうことか。まあでも1週間くらいで効果が切れちゃうってことなのかな。まあそうですね、うん、これ薬だから、うんうんうん、2人にはねそんなの必要ないんですよ。必要なかったね。はい、もともとただただ相思相愛だったいやそういうところもね、なんか中学生らしいかなとは、うん、確かに思いますね。いや可愛らしいこと本当にでも青の薬持ってるまで言われへんかったな。ああ、そうだからそこを隠したかったのかなって思っちゃった。単純にそのまあその何イヤガリンの効果が人間に出てないっていう部分知ったから大丈夫とは思ったけど、うんうん、いやここまで来ては言われへんなと思った。ああ、だからちょっと入力するときはやらせてもらおうと思って、うん、なるほど、うん、そうだからえまあいいけどと思って入力したやつ見て あれってもしそれでその効果があってのであれば、まあ、実際黄色の効果こっち出てるし、うんうんうん、であるのであればその対抗物質は摂取してるから、うん、問題ないなっていう判断をして、うん、書いたけどそうだったか、うん、それがそこに気づいてなかったとしたら俺は嫌がりに飲ませてた。あーだよね。あそうだから、うん、それもあって言われへんかったもあるかもしれない、うんうんうん、俺が書かせてもらって嫌がり伸ばすからなぐらいには思ってた。あもうあのねチューした時にそのお互いガス発生させたのかなの推理が最初にあったからさ私の中で。あそうだからそうまあ、赤がイヤガリンだって分かった瞬間にああじゃあ大丈夫だってなって、うん、だったからよかった。そこの推理がすんなりいってたのがまあよかったね。そうね、危なくまたイヤガリン飲まされるとこだった二重イヤガリン楽しかったね新鮮。うん、2人用っていうのがね。 2PL マダミスは本当に初めてだったから。あそうなんですね。うん、私はあの1人用のやつ1回やったことあるんですけど、うん、そう2人用は初めてだった。2人用はいいですよ本当に。すごい良かったですはい、割と要所要所であのちょっと可愛らしいデートっぽいロールプレイが挟めたので満足ですはい、裏でニヤニヤしながら見てましたいや多分こういう部分も楽しむべきだろうなって思って。あそうだってね、もしかしたら最後になるかもしれないデートじゃん。そっか、うん、いや嫌がりんでな。そうだからそういうところもね楽しめたんで私は満足です。さあじゃあ感想を一言ずつみんなで言って終わろうか。はいはい、じゃあまずミサさんお願いします。はい、本日天からさせてもらいました。いやーやっぱりこのシナリオ面白いですねあの二人のイチャイチャが見れてとても満足しております。はい、よかったこの投稿された動画私もめっちゃ見まくってると思いますはいはい、それくらい楽しかったです。また機会があればよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあズッキー、うん、初めての2人 PL のマダミスでなんか一
個の選択肢ミスっていくだけで全部、まあ、崩れていくみたいな緊張感はあったけど、うん、まあ、無事いいエンディングを見られて、かつ、まあ、G 面も満足させられたのでよかったのかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、みくちゃんにねめっちゃなんか感情移入してハラハラしたりドキドキしたりできたんですごい楽しかったし、あと一個ねこれ裏でやってたからあんまりこう盤面上じゃ分かんなかったと思うんだけど、のミサさんが私が書いた表情差分をこうやっててくれて、これをね公開すると表情変わるようになってるんですよね。これがそうすごいありがとうございました。いやいや最後表情変わっててよかったです。 , 笑ってくれましたね。 , 笑いました。はい、そうなんかこの甘酸っぱい青春をこう大人になった今またそのね味わえて、私はとてもいい時間だったなと思います。いやお二人とも一緒に遊んでくれてありがとうございました。ありがとうございました。それでは二人きりの遊園地おしまい。また別のマーダーミステリーでお会いしましょう。さよなら。今回俺がやらせていただいた矢野春樹の、ハンドアートを読んでいきたいと思います。25歳男性、社会人3年目、好きな飲み物は甘さ控えめの1号令、好きな相手、忘れられない相手に渚美久がいます。25歳女性、社会人3年目、好きな飲み物は甘めのカフェラッテ、黄緑遊園地、小さめの遊園地、都市部から少し外れ、周りに建物がない自然豊かな土地に位置している。敷地はおしゃれな背の高い木で囲まれており、一部ではそれだけで写真スポットとして機能しているっていうのが、ありまして、中学生の頃の思い出ですね。中学3年生の頃ら、黄緑遊園地デートの終盤、露店で飲み物を買った後花火が上がった。今しかないと思い僕はみくちゃんに告白した。彼女はとっても慌てながら首を縦に振った。僕は気持ちが抑えられなくて、気づいたらみくちゃんの顔が目の前にあって、甘さ控えめのイチゴールの味が口の中に広がった。これからどんな楽しい未来が待ってるだろう、そう考える暇はほとんどなかった。突然近くにいた大人が倒れ、救急車が来る騒ぎになったのだ。さらに最初の人が倒れてから少しすると体調の悪い人が出始めた。気づけば僕も気絶していて、その後ミクちゃんとは別の病院に入院した。当時ニュースは僕たちがいた遊園地のことで持ちきりだった。原因不明の物質が遊園地を中心に空気中に発生したこと、最初に倒れた人の死亡、その他多くの重症者が出ていることを伝えるものであった。付近に住む人々は外出が禁止になり、学校への登校も禁止された。まだ携帯電話を持っていなかった僕はミクちゃんとの連絡手段がなく、もどかしい日々を過ごした。1ヶ月もすれば状況は収まると思っていたが、空気中の未知の物質はどんどん広がっていき、日本中では外出禁止となった。1年以上経ってなんとかミクちゃんの家を訪ねた時には彼女はどこかに引っ越してしまっていた。あれから10年、未知の物質について何か分かったのだろう。ニュースで聞いたことといえば、吸ってしまうとすぐに症状が出ることくらいだ。ただ今はマスクさえしていれば外に出ることが可能になり、社会はほぼ正常に機能するところまで回復していた。会社からの帰り道、ふと立ち寄った古本屋で過去に戻る方法と書かれた本を見つけた。そんな方法あるわけないけど、10年前の遊園地を思い出して、僕はその本を買った。家に帰って早速開いてみると、まだ封が切られてない封筒があった。見れば過去に戻るためのボタンと記されている。過去のあなたがいた場所に6時間だけ行くことができます。精密機器は持ち込めません。過去では物に触れる、動かす、他人と会話するなど全て自然に行うことができます。過去の自分との会話、過去の人間の意識にも残る行動、過去の自分がいた場所から大きく離れるといった行動をとると、元の時間に戻れなくなってしまうため注意してください。過去にいた間の記憶は戻ってくる際に曖昧になってしまいます。10年前、あの遊園地で何が起きたのか調べに行けたら、
もしあの原因不明の次元を止めることができたら、今の僕はミクちゃんと一緒にいることができたかもしれない。行こう。10年前の8月8日黄緑遊園地に。ということで、10年前の記憶が、中学生の頃大好きだったミクちゃんを黄緑遊園地デートに誘った。デートの最中に告白しようと決めたが、振られるかもしれないと思うと不安で仕方なかった。そんな時、友人から友人の姉である猫崎という人物が惚れ薬を開発したと聞く。まさに今僕が求めているものだ。努力して貯めた貯金を全て出し、購入させてくださいとお願いした。ほぼ全財産の3万円を払い、錠剤を受け取った。これを飲んでもらってから告白すれば、成功間違いなしだ。当時はそんなご機嫌なことだけを考えていた。自販機で紙コップのジュースを買った時に、青の錠剤を持った。何か反応があったらすぐに告白しようと思ったが、反応は見られなかった。そんなはずはないと慌てていると、どこからか現れた猫崎が、すまない間違えた。さっきのあたたのビタミン剤だ、と言って新しい錠剤をくれた。当時の僕はなぜ彼女がここにいるのか考えるよりも、救世主が現れた、なんて考えていた。最終的に夕方、ミクちゃんの飲み物に黄色の錠剤を溶かし、花火が上がったと告白した。一人目に倒れ救急車で運ばれた女性は猫崎だったことを覚えている。で、続いてタイムテーブル、表記時間内に起きた出来事が順番に記載されています。時間をセットしボタンを押す。強い光に視界を奪われ思わず目を閉じたところから、10年前に帰ってきたのかな。12時から12時半、僕は遊園地にいた。園内マップの書かれたパンフレットを見つけてに取る。シンガーソングライター千早拓&黄緑遊園地のコラボ専用ソングリリース。千早拓が実際に黄緑遊園地で遊んだ後に作った曲周遊は園内で放送中。懐かしいな。歌詞が良かった記憶がある。本当に戻ってきたんだ。誰もマスクをつけていない光景は久しぶりだった。現在地はカフェ前。入場門の方へ目を向けると彼女が目に入った。記憶の中だけの存在だった10年前のミクちゃんだ。横には楽しそうな顔をした10年前の僕。で、12時半から1時まで。10年前の僕たちに気づかれないようにしながらゆっくりと後をつけた。お客さんもある程度いるため気づかれる心配はなさそうだ。着いた場所は立体迷路だった。宇宙を体験する設定で作られたそれは、黒を基調に星や地球が装飾されていた。過去の僕たちが入場した後に続いて僕も入場した。亀柄シャツの男性が過去の僕らを追いかけてることに気がついた。亀柄シャツの男性の電話が鳴った。彼は過去の僕から十分に距離を置いてから電話を取った。渚製薬開発部の亀田です。ええ。はい、監修です。惚れ薬じゃないとはバレていることはないと思いますよ。ええ。子供で臨床実験してるなんてバレたら一発でしょうね。バレないようにやりますよ。はい、二錠持ってきてます。監視。子供で実験。この渚製薬開発部の亀田ってやつが、おそらく自分たちを使って臨床実験をしてるんじゃないかっていうことに、気づく場面だね。1時から1時半。迷路から脱出した。過去の僕は方向音痴でミクちゃんにぐいぐい引っ張られてゴールした。出口付近猫崎を見つけた。彼女もまた過去の僕らを監視しているように見えた。猫崎は最初から僕らを見ていたのか？1時半から、2時。フードコートに着いた。ミキちゃんは食べるのが早くて、慌てて僕も食べたっけ。何も買わず席に座った。変わらず亀田はチラチラと過去の僕たちを見ている。亀田が頭を押さえている。その後、錠剤を取り出し、水に溶かして飲むのが見えた。くそ。やっと別れられたのに、あいつなんでいるんだよ。とつぶやくのが聞こえた。その後パッケージをゴミ箱に捨てた。彼が離れてからゴミ箱を覗きパッケージを拾った。中にはまだ一錠残っている。その一錠が緑色の錠剤で頭痛薬、主成分ノーピカリン。緑の錠剤で頭すっきり、初。新成分配合の頭痛薬、水に溶かして飲んでください、二錠入りのうち一錠を、ここで入手することに、なります。2時から2時半、フードコートから過去の僕らが出ていった。出入り口付近でレポートのようなものを拾った。オレグスアルファ。野原製薬で行われた新薬プロジェクト。服用後に見た対象で頭がいっぱいになる薬として製作。錠剤は完成したが試作段階であり、まだ人間に効果が出るかは不明である。
酔いやすくなる副作用あり、主成分は黄緑遊園地から見て東に位置する畑で栽培している薬から抽出、水に溶かして使用する。惚れ薬ベータ、野原製薬で行われた新薬プロジェクト、服用後に見た対象で頭がいっぱいになる薬として製作、アルファの効果がなかった時の候補として製作された。アルファ同様試作段階であり、まだ人間に効果が出るかは不明である。主成分は黄緑遊園地から見て南に位置する畑で栽培している草から抽出、水に溶かして使用する、といった惚れ薬に関するレポートをここで入手することになります。2時半から3時、いろいろな世界を旅することができるメリーゴーランドで、過去の僕は国名を自慢げに当てていた。二人はカボチャの場所に乗り込み楽しそうに会話していた。3時から3時半、カラフルで可愛いティーカップ付近で過去の僕たちは休憩していた。猫崎が過去の二人のことを眺めている。そんな猫崎を後ろからしばらく監視した。いつの間にか過去の僕らティーカップを遊び終えていた。3時から4時、過去の僕らティーカップ前のベンチで休んでいた。酔ったミキちゃんの背中を僕がさすっている。監視していた猫崎がつぶやいた。ダメね、効果は出てない。アルファ失敗ね。ベータも試してもらいましょう。ミクちゃんがトイレに行ったタイミングで、過去の僕のところに猫崎は向かい、新しい錠剤を1錠渡した。亀田がカバンから赤色の錠剤が2錠入ったピルケースを取り出し、1錠ポケットにしまった。1錠残ったピルケースをしまい忘れたまま亀田はどこかへ行ってしまった。そっと回収する。渚製薬と計算には書かれていた。ここで亀田が残した赤色の錠剤を入手することになります。4時から4時15分、カフェに着いた。亀田が過去の僕たちが見える位置で座っている。過去の僕がミクちゃんからプレゼントをもらっていた。ミクちゃんは随分と高い雲のネックレスを買ってくれたんだよな。後で調べたら5万はするもので本当にびっくりした。4時15分から4時30分、カフェで25歳のミクちゃんと出会った。事件について追っていたことを共有する。二人で手書きの文章が書かれたメモを拾った。ここで会議前シーン参照になるんですが、それがこれですね。会議前シーン6時15分から30分。ふとカフェにある時計に目を送ると、遊園地に来てから4時間15分が経過していた。もうここにいられる時間は少なくなってきている。まだ革新的なことは分かっていないのに、残った時間はただ10年前のあなたを見つめていようか。記憶はなくなってしまうけれど、その時全身が震え上がった。見間違えるはずがなかった。座っていた対角線上の席、そこに座っているのは大人になったあなただった。ハルキが立ち上がり、ミクの前まで行き震えた声を出した。ミクちゃんだよね。うん、ハルキくん。席に着いた二人は状況を確認し合った。二人は別々の古本屋で見つけた本を使い、同じ日からここにやってきた。この日あった出来事を知るため、可能なら止めることはできないかと、そう思い遊園地で情報を探しまった。しかし結局どうしたらいいか分からず諦め始めていた。その時足元に紙切れが落ちていることに二人は気づく。紙はくしゃくしゃで手書きメモのようだった。ミクはお父さんの字に似てるとつぶやいた。この情報があればもしかしたら望んだ未来を描けるかもしれない。二人で共有したこの後の10年前の記憶が、観覧車が5時15分までメンテナンスで停止していて当時乗り損ねた。5時半、カフェの露店で二人は飲み物を買う。観覧車向きに並べられたベンチに座る。周りの人もカフェの飲み物を片手に休んでいた。5時34分、背後で花火が上がった。全員が裏で上がった花火を見るために振り返っていた。5時35分、告白。その後二人とも緊張で乾いた喉をそれぞれの飲み物で潤した。花火を見ながら飲み物を楽しんでいる。猫崎が倒れた。っていう情報をここで共有すると。で、そのメモを見た二人が、会話しているシーンだね。ハルキ、新成分の危険な組み合わせ。これら、薬品を持ち込んでいる人たちを今日は何度も見たんだ。私も見たよ。つまり危険な組み合わせを摂取してしまった人を見つけて、対策成分を与えることができれば。でも、いつその成分を飲ませることができる？僕らにはそんなタイミング。いや、5時34分、ここならできる。そっか。みんなが花火で後ろを向いた瞬間なら気づかれないように飲み物の中に薬を入れることができる。時間的に私が一人に一錠、ハルキくんが他のもう一人に一錠が限界ね。そうだね。これであの日事件が起こらないようにできれば
再婚デートになって10年後も一緒にいられるよね。ということで、追加目標最終行動を決定する、まあ、このメモを頼りに、誰にどの対策成分を入れるのかっていうところを、お互い相談し合うっていう形に、なりますね。で PDF 帰ってきまして、4時半会議開始時刻、残された時間はあと60分。僕たちは今日見たことを共有し行動を決める会議を始めた。今後の10年前の印象的な記憶、5時半頃カフェの露店で格好をつけてカフェラテを買ったが甘めにした。帰る分を残してお小遣いがちょうどなくなった。隙を狙ってミキちゃんの飲み物に持っていた薬の錠剤を混ぜた。蓋がないコップなので彼女がよそ見した瞬間に容易にできた。5時35分、告白した後1週間程度ミキちゃんのことが特に頭から離れなかった。目標、ミキちゃんと過ごせるようになる方法を探す。事件の概要を探る。誰が何色の薬を飲んだか、どの薬が何の成分入りか、薬を飲ませるために購入していたことを隠す。薬を持った事実は素直に話そう。持った理由の嘘を考えておこう。ということで、無事明るい未来を取り戻そうといったハンドアートになっておりました。